ラジオ伊集院光とラジオと12月16日水曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。わっしゃい、アシスタント安田美香です。安田さん、はい、昨日のこの番組ってこう聞いてくれてたりします？え、もちろん聞きましたよ。俺の五つ星のコーナーで、まあまあお聞きいただいた方もいると思うんですけど、まあ俺の五つ星のコーナーってのは、まああのレストランどうなっちゃったかな、あのラーメン屋さんどうなっちゃったかなっていうのを皆さんにこうお聞きする、まあそういう名物コーナーですよ。名物コーナーなんですけど、でひょんなことから、確かね、半月ぐらい前かな、その秋葉原の案件がまずあって、それで僕のこう秋葉原の記憶が少しこう、いろいろ出てきて、マイコン少年時代の、マイコン少年時代の、でいてこう番組の途中にふと、そのメインの皆さんの依頼じゃないんだけど、僕が昔秋葉原で通ってたラーメン屋さんのすぐそばにあった、僕の反抗期に父親が通ってたラーメン屋さんって、あれなんて言うんだろうな、みたいなことをボソッと言ったら、まあ、情報いっぱい送ってくださったんですよ。ええ、で俺も乗り気でさ、はい、なんかこの年になって、その食にこだわりがなかった親父がそのラーメンに関してだけは、いや一番うまいと思うんだよって言ってた、そのラーメンを言ってたのは35年ぐらい前なんだよ。これを食べてみたいって思うようになって。で、いろいろこう、その手を尽くしてどんどん近づいていくわけ。で、最終的に、上野かな？上野の青龍、青い龍って書いた、ブルドラゴンって書いた、その青龍っていう中華屋さんにたどり着き、ただそこが、ほんのちょっと前に閉店してるみたいなことがわかるんです。そうでしたね、うんうん。そこにさらにもう一通お手紙届いてさ、ね。僕と竹内でやってた16年の前の番組、16年前に全く同じな、もっと言えば、はい、僕と竹内とそのコーナー担当の鳥居ディレクターとやってた。はい、今ガラスの向こうにいます。鳥居さん、はい。16年前に全く同じような流れで、ええ、その時はリスナーの方が、秋葉原にあったいすずって、も名前も分かってて、いすずってラーメンを探してほしいっていう案件で、俺がボソッと、実際こうテープも出てきたんで、便乗する方で、そういや俺さ、反抗期の頃さ、ここうちの親父が通ってた場所的にラーメン屋だと思うんだよっていう話から、その当時も同じルートで解決して、で、その当時はしかも青龍やってるんですよ、上野の青龍が。そうだったんですね。やってて、まとめは、リスナーの方も食べに行ってくださいね、試食みたいなコーナーじゃなかったんで、リスナーの方も食べに行ってくださいね、つって、番組の終わりの俺もチャンスだったら食べに行こうなんつって終わってんの。それをさ、全く気づかん。誰一人、これ前やりましたよねってことに、まあ、16年前だけど。まあ、まあ。なんで竹内は気づかないかな？え？竹内さんのせい？じいさんでもわかんだよね。なんかそ、かえってしみじみ思ったのは、はい。まあ、今から三十何年前の記憶を辿ってるんだけれども、16年前の時点では、さほど俺はどうでもよかった。要するに親の辿った道をなんとなく知りたいとかないんですよ。多分。はぁ、あ、はぁ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 。で、ここ5年ぐらいなんとなく知れるんなら知っておきたいな、みたいになってて。青龍なくなっちゃってるから。そうですね。時すでに遅しみたいな。うん。それでその時リポーターが、売れない頃のアンタッチャブル、まあ売れ出した頃のアンタッチャブルのザキヤマで、確認したけど、全然覚えてないっす。わぁ記憶力のいい人は関わってないのか、ここは。いや、でも、本当にそのお父様とのね、いろんな思いがあって、
わあもうこれはもうたどり着いたら感動だなと思って聞いてたんですよそしたらまさかのそんでまたさ最後の最後はあの番組あのコーナーらしいさ、まあわかんないけど続いてちょっとお願いしますよみたいな感じで、そういうあ俺も諦めてたのそういう感じなんだそりゃそうだ俺だけ都合よく全部見っかるわけはないよねなんて、うん、今もそういうお店がやってましてなんていうことはないんだってね。16年前にあったんだよね。だからもう16年前にそれあったんだよっていうことなんなんか俺の心のタイミングが追いついてなくて、あと記憶力が悪くて。だからこの番組関わって記憶力がいいのはリスナーの方だけなんですよ。本当ねリスナーさんの情報が頼りですって言ってるコーナーですもんね。まさにそこで意味ちょっと違うけどね。リスナーさんの持ってる情報はこっち側から発信した16年前に発信した全部ってなかなかないけどね。でしかもその方はテープまで持ってるからねえ録音テープ。すいませんいろいろよろしくお願いします。はい、あのお聞きの皆さん本当ご迷惑を多分かけると思いますんでね。さあ行きましょう。今週のメッセージテーマお願いします。はい、今週のメッセージテーマは2020年個人的ベストバイ。ちょっと珍しく安田は物を持ってきてくれたのね。そうなんです。うん、私のベストバイは燻製ナッツです。うん、あの扇屋さんっていう愛媛県にある会社なのかなこれ。燻製無塩ミックスナッツ&フィッシュっていう。なんかさ、ミックスナッツ&フィッシュはまあまああるやろ。ジャコみたいな入っててさ、はい、あの、夢中になって食べると口の中ズタズタになるやつあんじゃん。あるよね。酔っ払ってきたら、お口の中血出てるけど、なんだと思ったら、ね、あの、ジャコみたいなの、煮干しみたいなの刺さってんな、みたいな。あれの燻製ナッツ版なのね。ちょっといただいたけど、美味しい。ですよね。これはその愛媛に行かないと買えない。いや、これ近くのドラッグストアで350円ぐらいで売ってて、はいはいはい、もう食べたらハマっちゃって、このナッツが燻製っていうのもなんですけど、私はこの小魚が好き嫌い。なんかその燻製の味に、はい、で、なんか小魚の感情ちょっと変わるよね。いつもの、あ、なんか、小魚&アーモンドみたいのとちょっと違う感じになるよね、なんかね。で、ちょっとごまも入ってて、ちょ、美味しいんですよね。なんか大人の味で、おそらくビールとかを飲まれる方は、なおのこといいのかなっていう感じですね。うんうん、おすすめです。さあ、皆さんもいっぱいいただいてるんですけども、はい、ですね、トシポンさん。はい。初めてお便りします。ありがとうございます。2020年個人的ベストバイは、12月大歌舞伎第3部。京成半言校です。これね、今俺行こうとスケジュールを調整してんですけどね。京成半言校、一応ざっとしたストーリーは、喫音に悩む貧乏絵師の夫婦が、絵師の名誉である土佐の苗字を名乗ることを許してほしいと師匠に懇願しますが拒絶され、悲観して自殺しようとする。ここに起こる信じられない奇跡だと。へー。勘九郎さんが絵師の又兵衛、猿之助さんがその妻お徳を演じている。へー。もう僕はちょっと今猿之助さんの追っかけみたいになってますんでね。一度目がハートになってる。そうなんですよね。でいてバラエティで共演すると全然違うんですけどね。全く違うおじさんになるんですけども、まあ歌舞伎の舞台の変幻自在さはこれ多分26日間来週の土曜ぐらいまでかかってると思うんですけど、そうなんだよね。年末番組の取りとかがいっぱいあってなかなか行けないんですけど、こうやってリスナーの方に勧められると何としてでも行きたいってちょっとなりますね。さあ、じゃあメッセージのあっさきお願いします。メールの方は ij@tbs.co.jp までです。ファックスの方は0355620954までです。また番組のホームページにあります投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマートからもお待ちしております。はい、おはがき封書の宛先です。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあ、そして今週は日頃の皆様への感謝を込めて特別プレゼントをご用意している週です。自然にときめくリゾート休暇村の協賛で、全国の休暇村の特産物やお土産などのセレクトギフト9パックの一押しグルメを毎日プレゼントしております。僕はこの9パック自体が今一押しです。
あの、旅行になかなか行けないんで、旅行気分とか、あとこういうものを作っている方たちにもやっぱりちょっとお金落ちてほしいと思ってて、一般利用もお勧めしてるんですけれども、今日はプレゼント。この9パックの中から安田さん何ですか？はい、今日は、愛知県の休暇村茶臼山高原おすすめの飲むヨーグルトです。手元にあるんだけどさ、はい、開けときゃいいのにとりあえずあの説明をちょうだい、はい、まず、うん、愛知県の最高峰1415メートルの茶臼山にある休暇村のレストランでも味わえるこちらの飲むヨーグルト、酪農家が丹精込めて育てた牛から搾った新鮮な生乳を使い、飲み応えのあるドリンクに仕上げました。牛乳を丹念に発酵させることでソフトな口当たりと力強いコクを実現、酸味が控えめで飲みやすいのも特徴です。今日は飲むヨーグルト 150ml 12本セットをメール4名、はがき1名、合わせて5名様にプレゼントします。早速いただきます。はい、あ、いただきます。うーん、うん、コクがすごいって言おうとしてる間にもううまい。あの、口当たりの感想で、コクがって言おうとしたら、もううまいんで、どうする？コクとうまい、どっち言うって感じなんだ。甘すぎず。うん。うわ、美味しい。相当濃いね。濃厚。うん。俺、貧乏症だから牛乳で薄めちゃうかもしれないぐらいの。さて、先お願いします。皆さん、メールのアドレス、ij@tbs.co.jp まで送ってください。メールの件名に、ヨーグルトと書いてください。そして、おはがきの宛先は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ伊集院光とラジオと水曜日のヨーグルト係まで送ってください。すごコクがすごコクの凄さの例えとして、はい、首を結構後ろまでいかないと落ちてこない感じの濃厚さです。おいしい。ご応募お一人様1日メール1通はがき1通までとさせていただきます。メール当選者4名様は番組のエンディングでもう発表いたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。想像してみてください。かけっこをしているのでしょうか、それとも激しい銃撃や爆撃から必死で逃げているのでしょうか。世界では6人に1人の子供が紛争の中で暮らしています。すべての子供が銃声に怯えず歓声を上げられるように、あなたの力で変えましょう。子供支援の国際 NGO セーブ・ザ・チルドレン。聞こえてくるのは歓声ですか、銃声ですか。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。嘘つき嘘ぴょん、大げさな古代、紛らわしい紛らわし、このダメダメ3匹を広告で見つけたら03-3541-2811 JALO にご連絡ください。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構へ。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか。 CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時43分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。今からちょうど130年前、明治23年の今日、日本で初めての電話が当時の東京市内と横浜市内の間で開通しました。電話といえば、街角などで年々減っているなと感じるのが公衆電話ですが、それでも現状では公衆電話がなくなることはありません。というのも、今の憲法の規定では、災害時などに利用ができるよう、市街地の場合、おおむね500メートル圏内、その他の地域では、山岳部や広大な畑などを除き、おおむね1キロメートル圏内に1台は公衆電話を設置することが決められているそうなんです。なんか旅とかしてると。はい。とんでもないところに急に公衆電話出てきて。ああ。それで、その、割と汚れちゃったりしてんだけど、もう使えないのかなと思って、10円入れてみると使えるかといって電話番号覚えてとかどこにもないやなんつって。ああ。そんなことありますかね、はい。
さて、今や誰もが電話を持ち歩く時代となりました。携帯を持つことで遠く離れた人にもつながっていると感じる心強さ、それはお線香にも通じるものがあるかもしれません。一筋の公園は思いをつなぐ心の架け橋。飾らない言葉で語りかけるお線香は心の携帯と言えるでしょう。心通わすひとときに優しい香り、優しい使い心地。日本香堂の新しいお線香、優しい時間をどうぞ。日本香堂からのお便りでした。さあ、2020年個人的ベストバイ、本当にいろんなもんを教わってますけども、はい、ラジオネームキーさん、はい、おはようございます。おはようございます。私の個人的ベストバイは、うん、笛木工業株式会社、うん、プリントが綺麗に貼れるノリ。ノリ、ノリ、笛木って、まあ、まあノリの専門メーカーで、ね、ああ、はい、はい、私の息子が通う小学校は3年生になるとプリントをノートに貼って使う授業が始まります。うん、で担任の先生からはスティックノリを勧められました。しかし小3男子の雑さではスティックノリを使うと日にちが経ってから剥がれてしまい、きちんとノリを使いましょうとのコメントをもらうことも何度もありました。わかる。この糊は液体糊なので貼ってすぐ次のページに文字を書けず、学校では使っていません。あ、そういうもんなの？プリントが綺麗に貼れる糊なのに。家に帰ってからプリントをきちんと貼り直したり、宿題のノートに何かを貼ったりするときにとても重宝している。液体糊、普通の液体糊で貼ったときにこう紙が一回湿る分うねるじゃないですか。ねえ、なみなみとなる、ね。なるでしょ。あれが乾くと全くなくなる。本当？初めて使った瞬間から個人的ベストだ、ベストバイだと思っています。プリントが綺麗に貼れるノリってもうそのままの商品名みたいですね。商品名もね。ね、ちょっと気になるね。笹野隆です。この時期、夢中ハガキをいただいて、うわー、知らなかったなーって時、私は餅湯見舞いのお線香を送ってます。人のご縁は大事ですからね。餅湯はがきが届いたら餅湯見舞いに日本香堂のご神物用お線香。日本香堂、日本香堂がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、ここで電車の情報をお伝えします。東京メトロ千代田線は大手町駅で信号確認を行っている影響で全線で運転を見合わせています。運転再開は午前9時頃を見込んでいるということです。以上、電車の情報をお伝えしました。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、無料でご自宅まで伺い、その場でいくらになるか査定いたします。お電話は 0120-697-495 697-495 バイセル。時刻は8時48分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は営業時間短縮にかかる感染拡大防止協力金と新型コロナウイルス感染症の専用医療施設についてお知らせします。はじめは営業時間短縮にかかる感染拡大防止協力金についてお知らせします。東京都は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため23区と多摩地域の各市町村で営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた中小の事業者の皆様に協力金を支給します。対象はアルコールを提供する飲食店およびカラオケ店を運営する中小企業や個人事業主などで、12月18日金曜日から来年の1月11日月曜日までのすべての期間、朝5時から夜10時までの間に営業時間を短縮し、ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示したことなどが条件です。支給額は1事業者あたり100万円です。詳しくは東京都ステッカー申請
感染拡大防止協力金相談センター、電話 03-5388-0567 03-5388-0567 番までどうぞ。土曜日曜祝日を含め毎日午前9時から午後7時まで受け付けています。続いて新型コロナウイルス感染症の専用医療施設のご案内です。東京都は新型コロナウイルス感染症の中等症及び軽症の患者を受け入れる専用医療施設を旧都立府中療育センター施設に今日開設します。都立多摩総合医療センターの病棟として運営するもので、6つの病棟で100床の規模で運用します。対象となる患者は中等症及び軽症で、医療的ケアの必要な陽性患者、とりわけ介護が必要な方や日本語や英語が話せない外国人など、他の病院で受け入れが困難な患者です。入院のみで外来診療は都立多摩総合医療センターの本館で実施します。詳しくは病院経営本部総務課、電話 03-5320-5851 03-5320-5851 番までどうぞ。都内では新型コロナウイルスの厳しい感染状況が続いています。感染拡大を防ぐため不要不急の外出を控え、外出する場合は対策を万全にしてください。会食の際は小人数で小1時間小皿に分け小声で、こまめにマスク換気消毒をする、この5つの項を意識するようにし、医療従事者への心遣いも忘れずに。重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方、こうした方々と同居されている方は会食はできるだけ避け、帰宅時には手洗い消毒などを徹底するようお願いします。また買い物などで外出する場合は人数や時間を最小限にしてください。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。ご存知ですか？筋肉のおよそ 70% は下半身についていると言われています。遠くまで歩くのが億劫、歩いていて人に抜かれることが多い気がするという方、これからは歩く力を維持していくことが大切です。おすすめは再瞬間製薬所の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく機能性表示食品です。これからもしっかり歩きたいというあなたのための食べやすいゼリーです。歩みのゼリー根の力、まずは無料の3本セットを試してみませんか？お問い合わせは 0120-777-444 777-444最瞬間製薬所まで。心も満タンにコスモ石油。コスモ石油セルフ上田サービスステーションの鈴木です。福島県のコスモを代表してお礼申し上げます。今年1年大変お世話になりました。東北なハワイ富良野町いわきへお越しの際は当店に寄ってくんちへ、待ってっかんね。コスモ石油セルフステーション富岡の荒谷です。北海道のコスモを代表してお礼申し上げます。10月にリニューアルしたてのサービスステーションです。マスク消毒しっかりでご来店をお待ちしております。函館に来た際はぜひどうぞ。今年最後の給油もお近くのコスモへどうぞ。浅田真央さんも愛用しているエアウィーヴがふるさと納税でもらえます。肩腰に優しいマットレス、首にフィットする枕、座り疲れを軽減するクッション、しかもカバーも中も全部洗えてずっと清潔。詳しくはふるさと納税エアウィーヴで検索。鏡餅は佐藤。鏡餅もち佐藤のもちもち、食べたら潰して楽ぽいぽい。鏡餅もち佐藤のもちもち、食べたらちぎって楽ぽいぽい。飾った後も美味しい佐藤の鏡餅は楽ぽい容器。ネギっこでした。
は間もなく8時55分に、今なりました。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、おはようございます。はい、おはようございます。外環自動車道外回り松戸付近の事故の処理は終わりました。千葉の京葉道路下りは穴川付近、事故の影響で8キロ。首都高速道路は5号線の上りが熊野町ジャンクションで9キロ半です。都内は川越街道の上りが大山交番前で4キロ、神奈川の保土ヶ谷バイパスの上りは全線通過に40分、埼玉では行田蓮田線の行田市野合新橋交差点付近、事故のため両方向通行止め、千葉の国道16号外回りは柏市大島田は故障車のため1キロです。警視庁から以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は9時21分頃にお伝えします。親の商売引き継ぐの本当大変。土地はあってもお金ないんだよな。相手してもらえないでしょう。規模も小さいし。それでも大丈夫、聞いてみよう。事業を継ぐ方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり叫んわんコバック、コバック、車検のコバック。佐古道夫、色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入口西方亭の湯の花まんじゅう、いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。 TBS ラジオ主催、みんなで作る復興コンサート2021、サポーテッドバイ KDDI、 仙台フィレと加藤時子の夢の共演が決定。3月7日日曜日、宮城県名取市文化会館で開催します。12月18日チケット発売。詳しくは TBS ラジオイベント情報をチェック。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは毎週ちょっとアレなレコードを紹介するアレコード。今日は怪しく輝く日本アレコード大賞ノミネート作品発表です。10時からのゲストコーナーには俳優の中川大志さんが登場。俳優の道に入ったきっかけから撮影現場での引きこもごもなどたっぷり伺います。10時40分頃からはおっちょこちょい話安田コレクション、お楽しみに。さあ2020年個人的ベストバイ、まだまだ行きますけども、はい、すごいのはこの個人的ベストバイを聞いて早速買いに行って食べて滑り込みで今年の個人的ベストバイになりましたって人とかもいて、なんか連鎖するのもちょっと嬉しいね。ラジオネームタムママさん、35歳女性。ありがとうございます。先週カルディのお話が出るたびにそうそうとうなずいていたんですが、うん、私の一番がまだ出ていなかったので報告します。おや、まだありますか。カルディさんスポンサードしてくんねえかな。あ、本当。今週のカルディベスト3みたいな CM、どうですか、うん、ただそのスポンサードのおすすめの仕方とまたちょっと違う、こう一般の人のおすすめ力高さがあるんですけど、うん、ねベストバイ、はい、あんこ餅ってのがあって、あん、これね、お餅の中にもうすでにあんこが入ってんの。それで、うん、トースターで2分焼くと、うん、あんこ餅ができるっていう、もうちょっと俺の中ではあんこ好きとしては相当うまそうなんだけど。あんこ餅って確かに売ってないですもんね、そういう中。中で入ってる、そう、そんなと、手軽にっていうか、うん、そういうのあんまないよね。はい。へぇ、朝食やおやつに娘と大好きになりました。常温で日持ちもするんで、もう常備してますよっていう。お正月にも良さそう。ね、あ、ね、ほんとだね。うん、それから、中途半端な下の時間、ですね。微妙な時間余っちゃったね。今30日で10秒ぐらい余っちゃったんで。余っちゃった。もう、いくつね。まあいいよ。歌ってる。伊集院光とラジオと、今週のメッセージテーマは、2020年個人的ベストバイ。家電に食べ物、旅行にイベントなど、今年お金を出して買った中でこれが良かったというものを教えてください。メールは ij@tbs.co.jp まで。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、織広、ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。バタバタと歌ってたくせにね、共演もう切り替えそうです、ね、時刻は9時になりました。改めましておはようございます、伊集院光です。わっしょいアシスタントの安田美香です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュースです。土井俊之アナウンサーお願いします。はい、今日は6本のニュースをお伝えします。赤羽国土交通大臣は昨日、観光支援事業 GoTo トラベルを全国で一時停止するのに伴い、キャンセルを受けた事業者への補償を従来の 35% から 50% に引き上げると表明しました。赤羽大臣は停止期間の今月28日から来年1月11日と重なる年末年始は、すでに予約が相当入っていることを踏まえ、手厚い支援策を講じると述べました。政府は昨日、新型コロナウイルスの感染防止策など新たな経済対策の実行に伴い、21兆8300億円の追加の歳出を盛り込んだ第3次補正予算案を臨時閣議で決定しました。補正後の今年度の一般会計総額は空前の175兆6878億円に膨らみ、財源不足を補うため新たな国債を22兆3950億円増発します。第3次補正予算案は年明けの通常国会に提出されます。国内で昨日新たに新型コロナウイルスの感染者53人の死亡が確認されました。50人を超えるのは初めてで、1日あたりの過去最多を更新しました。また症状の重い人は一昨日より4人増えて592人となり、こちらも最多を更新しました。新規感染者は2422人で、内訳は東京が460人、大阪が306人、神奈川が226人などとなっています。菅総理大臣は昨日、日本学術会議の組織改編について年内にある程度の方向性は出すと明言しました。この問題に関する自民党のプロジェクトチーム座長の塩谷元文部科学大臣らと面会し、提言を受け取った際に述べたということです。菅総理に提出された提言は、日本学術会議を政府から独立した法人格に移行させるのが柱となっています。アメリカの次期大統領にバイデン氏の選出が確実となったことを受け、ロシアのプーチン大統領は、次期大統領のあらゆる成功を願うと大統領選後初めて祝意を表明しました。プーチン大統領は先月のアメリカ大統領選以降、結果が確定していないとして、これまで祝意を送っていませんでした。また韓国のムンジェイン大統領もバイデン氏に書簡を送り、改めて祝意を表明しました。神奈川県座間市で9人を殺害したとして、強盗強制性交殺人などの罪に問われた白石貴博被告30歳の裁判員裁判で、昨日東京地裁立川支部は求刑通り死刑判決を言い渡しました。被害者が殺害を承諾していたかどうかが最大の争点となりましたが、矢野裁判長は被害者9人全員について殺害の承諾がなかったと認定し、白石被告の刑事責任能力も認めました。一方、白石被告の弁護人は判決後控訴を検討すると述べました。以上、ニュースをお伝えしました。土井俊之アナウンサーありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。家具とホームファッションの東京インテリア、家族がほっと一息つけるくつろぎの空間と彩りのある暮らし、あなたのお好みに合わせて豊富なコーディネートをご用意。モアカフェで一息を入れながらゆっくりお買い物をお楽しみいただけます。いいものここから東京インテリア。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説はニュースデスク中村久人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、GoTo も急に止めるとなると、それはバタバタしますね。そうですね。まあ、もう12月中に、あと今年も2週間ちょっとでおしまいですから、これだけ感染が拡大してきてね、帰省するのをちょっとやめようという人たちも多いわけですよね。うん、で、そういう人たちが、じゃあ帰省をやめたらどうしようか、あ、せっかく GoTo あるんだから、年末年始ちょっとどこかで、家族だけで、こう、出かけないで、旅館とかで泊まって食事をする部分だったら、感染拡大もしないだろうということで、申し込んでいた人たちが多かったと。だからそういうところが突然今もうダメよというふうになってきたんで、結構キャンセルも続いてくるし、で逆にそういうそれを当てにしてた書き入れ時で当てにしていた宿泊施設とかはですね、もうキャンセルになったりと、今もうすでに食材だとかって予約したりとかってもう全部手当てしてるわけですよね。特に年末年始ものは特別なものが相当終わりでしょうからね、だからそういうものの支払いとかっていうのは当然迫ってくるわけで、だから今まで札幌と大阪って目的地としたものキャンセルについては、まあ利用者にとってみれば無料だし、それから業者に事業者にとっては、その 35% 分、まあ補助するですよね。その 35% 分は、きちんと保証しましょうと、政府がやってたんですけども、年末年始ということもあって、それを 50%、一泊あたり2万円、最大2万円までに引き上げましょうと。まあそれはそうですよね。でも年末年始になったら、これ全部、すべての都道府県一斉に停止ということになるわけですし、28日から1月11日まで、一部が引っかかれば、すべてなんていうんですかね、保証の害になるっていうことなんで、まあ、24日までに皆さんキャンセルしてくださいと。まあ、こういうことなんですよね。なんか止めてほしい、止めてほしいって言っていて、止まったわけだから、それに対してあんまり文句を言うもんじゃないっていうのは僕は思います。それは、前提として思うんですけども、こういうことが何度も言うんですけど、積み重なってきちんとしたシステムになってほしいんですね。で、そうすると、GoTo をもしいつか、再開できるような状況が来るんなら、万が一の時に止めやすいシステムとか、そういうものは何なのかとか、そういうことをちゃんと考えないと意味がないし、止まってる間に調べるのはどういう兆候で、その中のどういうカーブを持って再開するのかとかを決めずに、もうみんな止めないと、票がもう持たないですみたいな、その支持率持たないですみたいなことだけで止めて、はい止めました、ではやっぱり効果が、僕らにとっての経済効果じゃなくて僕らにとっての効果がとても少ないような気がして、止めるからには止め方も研究いっぱいして、止めてる間にも研究をいっぱいしてほしいと思うんですけどね。まさか最初にね、 GoTo トラベルってスタートした段階で、本来はこれはコロナが収まった後に回復するためにってやってたもんじゃないのかと、はい、これ今の自分からやるのはちょっと早すぎるんじゃないかっていう声が当然あの時からあったと。で、しかもなおかつ、じゃあ辞めるときっていうのは、警戒レベルが、ステージ3以上になったときには、GoTo トラベル辞めましょうって政府が決めて、ただけど、そのステージ3かどうかっていうのを判断するのが、各都道府県知事だよとかってなってね。なんかわけわかんなくなってきてるっていうね。はいはい、だから、果たして本当そういうのでいいのか。で、しかもなおかつ、政府が、自分たちの お医者さんたちだけじゃなくって、経済界からも人を入れた分科会のところでは、もっと、11月からやっぱり止めるべきだみたいな声は上がってたわけですよね。で、それが今までなかなか出てこなくて、1日の感染者のトータルが3000人超えて、支持率が下がったっていうところで、慌てて急転直下っていうふうになっちゃうってなるとね。いや、ほんとそういうふうに、決めるべき、タイミングとかっていうのが全部ずれてるっていう感じはしますよね。そうですね。うん、でいて、なんかやっぱり V 字回復を最初狙ったと思うし、そういう希望が我々にもコロナに対してパッと消えてなくなって V 字回復みたいなことは、なくはなかったんですけどね。もはや僕はそういうことじゃないと思うんで、コロナが解除される時も、旅行することは止めませんの後にお金を差し上げますの2段階ぐらいないと、おそらくなかなか、止めづらい、また、わーっと人来て、あー止めて、キャンセルでってなるような気がちょっとしますね。で、そういうことをちゃんとやるためにも、お金がかかるのはわかるんですが、はい、ただこの、補正予算。はい。はい。まあ、21兆8300億円、これ追加歳出ですよね。で、今年度って、当初予算っていうのは102兆6580億円だったんですよね。はい、で、これが、最終的に、もうこの三次補正を加えた一般会計総額175兆6878億ですから、73兆円。
ほぼほぼ1年分近くにじゃないけど、7割ぐらいが増えたということなんですよね。で、確かに、今回その、いろいろと、その新型コロナの感染拡大防止策であったりとか、まあ、その GoTo トラベルの延長を含めた、そのポストコロナに向けた経済構造の転換、それから国土強靭化とかってのは入ってるわけですけど、これ、来年の3月までですよね、今年度予算っていうのは、はい。で、経済対策は確かに来年度予算のところにもこう組み込まれてくるわけなんですけれども、今まだ、この第一次補正、第二次補正で11兆円超える予備費ってあったわけですよね。で、まだかなりの金額が残ってると。だ果たしてここでこれだけの21兆とかっていう金額見せ金っていうとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、本当にこれだけ大きいのやるんですよっていうことをアピールするためだけにこれをやる必要があるのかと。だから7兆円あったら、そのお医者さんとかに対しての支援金だったりとか、それから、今回なんかもその医療機関の緊急支援って1兆円ちょっとなんですよ。1兆3000億円ぐらいなんですよ。で、あとは、地方がその休業要請した時に配ったりするお金なんかやってたりする地方創生臨時交付金ですよね。これも1兆5000億円ぐらいなんですよ。で、足したってまだ3兆円いかないんですよね。それ以上のお金って予備費でまだ残ってるんですよ。だから、それだけでとりあえずは足りるじゃないかと。だ国土強靭化策だったりとか、それからその中小企業のその経営転換だったりとか、あるいはデジタル化だったりとかっていうのは、来年度予算の当初予算のところでやってくればいい問題でね。うん、だからこうやって見ると、本当に今そのコロナの対策として必要なものじゃなくって、これだけやったんだというのを見せるために、規模だけ大きく見せかけてるっていう、そういう感じがしてしょうがないんですよね。そうですね。その、こういうご時世だから膨らんでもしょうがないじゃんっていう、はい、本当に全部こういうご時世だから膨らんでるものなのっていうと、なんかそういう感じもしないものも今だっていう匂いがしちゃうんですよね。そうなんですよね。はい、で、そのお金って出してきたら今年はその税収がやっぱりその新型コロナで落ちてますから、それを足りない分も全部新しい国債発行して借金ですよね。だから、2020年度の新規国債発行112兆円超えてるんですよ。これ過去最大ですよね。でもどん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 増え続けて、これはまあ、我々の年代じゃなくって、もっとこの世代とか孫の世代のところに全部付けが先送りされるわけですけど、果たして本当でそれで、もう身動き取れなくなってこの先大丈夫なのか。だから、見せかけだけの少しでもやっぱり削れるものは削っておいた方がいいんじゃないのかなっていう、そういうことは、まあ、そういう部分でもメリハリですよね。つけて、しっかりとここのところは、つける、予算はつける。で、この部分は今やらないとかっていうふうな、そういうものが必要だろうなっていう気がしますけどね。そうですね。なんか、こう、コロナ禍、こういう時に国債を発行する事態は、僕はこういう大ピンチの時こそあっていいと思います。あっていいと思うんだけど、それに乗じての匂いがするのはちょっと嫌ですよね。さあ、それから、学術会議、これやっぱりきちんと、はい、要所要所押さえとかなきゃと思うんですが。はい、まあ、自民党のね、プロジェクトチームが、まあ、その日本学術会議、これ、まあ、会員の任命めぐって、いろいろとあったわけですよね。はい。で、杉田官房副長官が、まあ、内閣府に対して、こう、外すべきものというふうに示した公文書みたいな、これが見つかったりとかして、やっぱり官邸がこうやって噛んでたんじゃないかっていうような話は出てきてるんですけれども、まあ、そういうことと、学術会議の本来のあり方みたいなこととか、ちょっとどうも、こう、やっぱり、こう、すり替えられてきてて、はい、説明がまだ、やっぱりね、どうしてそれを排除したんだとかっていうことの説明は最終的にされてない。そうなんですよ。ひとっ飛びで組織改革について、組織改革に伴う諸問題についてはお願いしたいんですけど、諸問題にいろいろ入ってますよ。だけど、今後どうあるべきかっていう話はちょっとひとっ飛びすぎるっていう気はしますね。うん、だけどこれね、年内にある程度の方向性出す。まあ、これはもともとそういう方針を示してたわけで、で、まあ、これ受け取った時に菅総理自身は、その任命問題が話題になって、学術会議について国民の皆さんもだんだん分かってきたんじゃないかっていうふうにこうおっしゃったそうなんですね。すごいですね。これだから自分がこれだけ問題化したがゆえにこれだけみんな学術会議が持っている問題っていうのがみんな分かったんじゃないのっていう。だから学術会議にも確かに問題あるのかもしれないけれども、はい、それを作った時のその問題はどうなってんのっていうね。はい、あなたがそれ言いますっていう、その、他の人たち、例えば、学術会議のメンバーがそう言うならすごいことだと思うんですよ。我々にもともと持っていた問題点が、結果的には炙り出されたことなんじゃないかっていうならわかるんですけど、その論調で菅さん側が言うのは、違うんじゃないのっていう気はしますね。まあ、だから逆に言うと、そういうふうなことも踏まえて、まあ、ここのところの支持率低下っていうこともあるんでしょうけどね。ということで、時間いっぱいです。久保さんどうもありがとうございました。どうも失礼しました。ありがとうございました。
あなたのそばにオリヒロ、いつでもそばにオリヒロの深海ザメエキスは深海ザメの肝油 100%、 あなたに毎日いい巡りを。お店で買える深海ザメエキスはオリヒロです。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、他各社の提供でお送りしました。カードローンの利用や借金をしたことがある方へ、払いすぎた利息があればあなたにお金が戻る可能性があります。返済中でも返済済みでも無料で過払い金を調査。東京弁護士会所属弁護士法人アディーレ法律事務所にお電話を。 0120-316-742、 債務なしに。何でもないことが腰や足の痛みでうまくできないという方、再春館製薬所の通算等はお試しになりましたか？例えば洗濯機の底にある最後の靴下を拾う、この何でもないことが腰の痛みで辛い、バスで席から立ち上がるのに膝の痛みで踏ん張れず時間がうんとかかり、周りからの視線まで痛いとかね。何でもないことを邪魔するその痛みに通算等。通算等はあなたのその痛みを徐々に和らげてくれます。まずは無料の試供薬をお試しください。お問い合わせは 0120-305-305、 再春館製薬所、朝8時から夜10時まで。通算等は指定第二類医薬品です。お電話で薬剤師登録販売者にあなたの症状をご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。ここで TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染井明子さん、お願いします。おはようございます。よろしくお願いします。今朝は昨日の朝よりもさらに冷えました。東京都心は 0.5 度、練馬区では氷点下 1.6 度、そして関東北部と埼玉県は全ての地点で氷点下となりました。この時間は日差しがたっぷりなので、まあ、部屋の中から外を見ると暖かそうなんですが、今日は日中も昨日より寒くなりそうです。最高気温は6度から8度くらいで、昨日より3度ほど低くなります。この後はだんだん北風も強まってくるので、ますます体感としては寒くなりそうです。出かけるときはコートはもちろん、マフラーや手袋、カイロなどの小物もぜひ忘れずに持って行ってください。天気は平野部では晴れのち曇りで、千葉県や神奈川県では夜に小雨が降るかもしれません。そして関東北部の山沿いでは今日も雪が降ります。群馬県には大雪警報も出ています。明日の昼頃までは雪の量が多くなりそうです。関東地方は平野部では明日も乾燥した晴れとなりそうです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の染井明子さんでした。ラジオっていいね。僕たちジャニーズジュニアのハイハイジェッツがおすすめするのはズバリラジオ。最近ラジオ流行ってるもんね。ウォーキングの時とか、うちで仕事の時とか、あの人いい声してるなとか、スマホでも聞けるし、ラジオっていいね。好きな番組今度教えてください。時刻は9時18分です。ここでチューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。外環自動車道外回りは草加で10キロ25分、東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで13キロ、反対の上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭にした渋滞は東名へ5キロ伸びています。また首都高速4号線の上り永福での渋滞は中央道へ8キロ伸びています。このほか首都高速道路は川口線の下り鹿浜橋付近で事故の処理が行われているため、この渋滞は江北ジャンクションを過ぎて、中央環状線の内回りは小菅ジャンクション付近から、反対の外回りは新板橋付近からつながっています。一般道路は神奈川県内保土ヶ谷バイパスの上り線は断続的に混んでいます。
埼玉の行田蓮田線は行田市野合新橋で事故のため両方向通行止め。千葉の国道16号外回りは大島田は故障車のため2キロ半です。以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。ここで電車の情報をお伝えします。信号確認の影響で北綾瀬駅から代々木上原駅の間の上下線で運転を見合わせていた東京メトロ千代田線は先ほど運転を再開し遅れが出ているということです。またこの影響で全線で運転を見合わせていた常磐線の各駅停車は運転を再開し遅れが出ています。以上電車の情報をお伝えしました。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分頃にお伝えします。ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ。チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-455-572-455-572 まで。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、今日は電動工具がないとかの日。工場の味方、モノタロウに検索。ドコモ飯三代です。ラジオの前のあなた、普段からこんなことないですか？新聞のね、細かい文字がとかね、暗くなってからの運転かとかね、年を重ねるとさ、視界の悩みってどうしても出てくるよね。でもね、60代以上の人に人気、500万袋も売れちゃったんだってさ。ブルーベリーを使ってないサプリメントを知ってますか？一望百景、これ覚えておいてくださいよ。俺なんてね、もう84歳になったけどさ、新聞とか雑誌も隅々まで楽しめちゃうんだよ。台本の文字なんてね、俺たちに読みにくい文字が多いんだよな。そんな時にこいつは助かるんですよ。一日の目安がね、たった一粒ってのも嬉しいね。ブルーベリーってよく聞くでしょ。でもこれはね、沖縄の紅芋を使ってるんだってさ。芋ったってバカにしちゃいけないよ。沖縄の紅芋はね、中まで真っ赤っかなんだよ。この色の濃さがすごいんだってさ。注目のルテインって成分も入ってるんだ。ダブルで嬉しいってわけだね。ほらほら、いつまでもしょぼしょぼしてないで、新聞も雑誌も景色も思いっきり楽しみましょう。一望百景、俺はもうこれに決めたよね。紅芋ですよ。紅芋だけに紅グッドだ。一望百景はおよそ1ヶ月分30粒で、通常価格1袋税込み1944円、送料税込み275円のところ、初回1世帯1袋に限り丸々1袋を税込み500円、サンプルではなく本商品を税込み500円でお届けします。お問い合わせは 0120-541-123、0120-541-123 マイケアまで。お届けや返品などもこちらまでどうぞ。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、他各社の提供でお送りします。2020年、怪しく輝く日本アレコード大賞第3回ノミネート曲発表。え、まだノミネート曲発表なの？時刻は9時23分になりました。今日は特別企画ということで、年末にやるかもしれない、やる気ないだろうっていう未定なんですね。まだ未定、まだ未定なんですけども、2020年怪しく輝く日本アレコード大賞各部門の最優秀賞を、まあ、季節ごとに発表していくというコーナーなんですが、はい、コメンテーターはアレコードコレクターを代表いただきまして、和物 DJ チンバンテ娯楽師匠にお越しいただきました。チンバンテ、よろしくお願いします。おはようございます。今日勉強させていただきます。でもアレコードは一度聞き逃すと二度と聞けないものが多い中で、まあ、この部門賞っていうのはアレコードファンには評判がいいんです。いいですか。本当に本当にあれまた聞けるんだっていうチャンスではあるんですよ。
ただね、あの2度聞きたいけど3度はいいっていうのもものもあるんですよ。3度はないみたいなね。でそうするとじゃあレコード大賞はやんなくていいかみたいなことにもなったりするという謎の企画なんですけど、でも面白いなと思うのはチンバンっていうあたりは、はい、こういわゆる僕らが勝手にレコードコレクターって呼んでるおれき歴で言うと、はい、割と若手でなんですよね。めちゃめちゃ若手ですよ。おいくつですかチンバン。僕はまあ40後半ぐらいなんですけど、ね、さらに若作りだから。あともっと言うともう岩佐さんあたりはもうレコードの妖怪だから。妖怪本当に本当ですよ。へー、恐ろしいぐらいの。多分なんかね、水木しげるさんが書いたんじゃないかぐらいの。そう聞かれずに捨てられていくレコードの音量が塊になってできた人なんじゃないかぐらいの、はい、レコードじじいみたいなね。そうイラスト化してほしい。こういうの聞いて岩瀬さん喜んでくれるんですけどね。そうあのコメントくれるんですよね。はい、はい、でもだからその皆さんが出してきたレコードをチンバン手当たり、うわこんなのあるんだと。やっぱりそう、いやめちゃくちゃありますよ。やっぱり目線が違うんで、うん、やっぱ掘ってるところが違うから、うん、もう全然知らないの出てきますね、やっぱりね。でその一番重鎮って言われる岩佐さんも、はい、オンエア中にメールで何今のやつ何なのみたいな。そうそう来るんですよね。そうだからコメントもらったらなんかこう嬉しいんですよ俺らは。やっぱりなるほど、重鎮にこういういいねって言われたら。なるほど、はいはい、いろんな部門があるんですけれども、はい、まずはですね、もうダメ部門。もうダメ部門。なんか、まあ、歌詞になるべくたくさんもうダメって言葉が入ってるものが選考対象なんですけれども、はい最優秀もうダメ賞は、はい、藤井由紀さんで、もうダメ、もうダメよでございます。これは、あの、浜口蔵之介大先生のお宝音源大放出スペシャルの時に、はい、いろんな音源を漁った中から出てきたんですけど、はい、なんかサブリミナルとかにいっぱい入ってますよね。そうなんです。俺もちょっとびっくりしちゃったんですよね。洗脳するというか、だから初めて聞いてもう一回ステレオで聞きたかったりとか、はい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 、もう一回耳澄まして聞きたいって意味では2回目聞きたい曲なんですね。さあ、もうダメっつってんですけど、何がダメなのかはよくわからないんです。そうなんですよ。でもちろんあのモノラルで聞いても面白いんですけど、はい、ステレオで聞くと右チャンネルにちっちゃい声入ってますよっていう。あ、はいはいはい。それでは聞いてください。2020年日本アレコード大賞最優秀もうダメ賞、藤由紀、もうダメ、もうダメよ。さあスタジオ喋りますけど、一緒に喋んないと、もしかしたら後ろにもうダメ今来るかもしれないからみたいな、そういう方もいっぱいいると思うんですけど、そう、なんていうんですかね、まず薄く入ってくる。そうなんですよね。多重録音みたいなね、サブリミナル効果みたいなとこ入ってくるんですよね。どん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 こう押し寄せる。でずるいのは、えまだ鳴ってる、えもう鳴り始めたみたいな気にしてる時にフルボリュームで歌いますからそうしかもフルボリュームの時のかすれ方が安田美香に結構似てるさすがに。あともうポイントだから、2回目3回目行くとポイントいっぱいあるのは、はい、2番の歌い出しのどうしてなんですけど、はい、どうしてって、うん、なんだろう、カラオケでよくさ、あ入り口わかんねえ人みたいな入る曲ね、難しい曲ありますからね。 ありますね。あの感じですよね。あのギンギラギンにさりげなくさサーメッサーメッってあの感じと同じ方式なんですけど、いやーすごいですね。いやさあ続いての部門なんですけども、はい、要注意人物部門っていうことなんですけど、え、部門なんていうんですかね、その詩のモチーフになんかちょっと怪しい人が出てくることが結構あれ、こう、はい、何この人みたいな、はいはいはい、だって今のもうダメ、はい、もうダメっつってるのに、はい、早く助けに来て、はい、私は誰かに捕まりたいからっていうのね、どうかしてるじゃないですか、はい、どうそうですね、はい、そういう中で一番怪しかったこう主役というか怪しかった登場人物のいる歌なんですけど、はいはい、最優秀要注意人物賞は中馬美沙夫さんで日の本用心。あ、まあこれは全く情報がネットから出てこない歌い手さんなんですけども、うん、要は日の用心の歌なんです。はい、この季節絶対聞くべき日の用心の歌で、正しいことを言ってるんですけど、はい、うん、なんだろうなお前お前
お前感があります。お前感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 。あの、なんて言うでしょうね。これはちょっと、あの、僕がひねくれてるせいなのかもしれないんですけど、はい、火の用心についてこと細かに注意してくれて、おそらく、第一発見者はこの人なんじゃないかなと思うんですけども。それでは聞いていただきましょう。2020年アレコード大賞最優秀要注意人物賞です。中馬美沙夫、日の本用心。夜霧の静まをサイレン破る火事だの叫びや野次馬走る飛び出し見渡す何はの夜空赤い炎が舌を出す神棚仏壇灯明注意タバコ吸い殻漏電焼灯油にガソリンテレビの故障子供の日遊び焚き火やら電気アイロンヘアドライヤーに魚焼き火のスイッチ始末石油ストーブ煙突コンロガスの元栓気をつける夜空の炎も間もなく消える早期の発見大火を防ぐ胸を撫でつつ見渡す我が家日の元よおじみ目にしみる要するに火事の怖さを訴えようとしてるのが、はい、なんか不気味の方にちょっと寄っちゃってるのかな。そうですね。うん、で、一度そのスイッチで聞き始めるとね、はい、悲しいことに火事の要因のかなり上位に放火って入ってるじゃないですか。はいはいはい。こいつそれには一切触れないね。本当だ。あの、そういうのもいるから表に燃えやすいものを置かないようにって結構この時期はよく言われるんですよね。注意喚起しますよね。大掃除で出た段ボールとかを表にいっぱい置いたりする、そういうことありますよみたいな。その注意喚起はしないんだっていうね。その感じもちょっといいですね。まあ僕らの言いたいことは一つだけです。火の用心っていう。空気が乾燥していますから、この時期火の用心ですよっていう。さあ、2020年アレコード大賞続いてですが、はい、イメージクラッシャー部門ね、はい、まあ略すとこれイメクラ部門って我々呼んでイメクライメクラ部門イメクラなんかそうですね、最もイメージをぶち壊したレコードなんですけども、はい、最優秀イメージクラッシャー賞受賞は、はいはい、ザ・コアラズでコアラの鳴き声です。ああ、これね。もう忘れられない、はい、うん。なんかもう、あの、コアラっていう珍しい動物が、はい、パンダと並ぶようなやつが来るよっていう子供たちの、うん、コアラのイメージをクラッシュしてくれるという。コアラも動物だなっていう。そうそうそう。そこですね。多分ですが、コアラが初来日した1984年頃に作られた、はい、まあ、配られたもの、いわゆるノベルティだと思われますということで、でね、かわいいコアラのぬいぐるみが、はい、それも、3匹のコアラのぬいぐるみがジャケットなんですけども、かわいらしい。で、コアラのことはおそらくあんま知らないまま作られてるんですけど、手に入った音源があったら1個やろうぜっていうことですが、ね、あの、コアラちゃん、ね、ちびっこ聞いてるかな
コアラちゃんのことを想像して聞いてください、はい、最優秀イメージクラッシャー賞受賞曲です。あとはですね、動物部門発情期賞も同時に同時受賞、ザ・コアラズでコアラの鳴き声。ぬいぐるみ人形のように可愛いコアラ。コアラはオーストラリア南東部のユーカリの森にだけ住む世界でもとっても珍しい動物です。昼の間は木の上で眠り、早朝や夕方の薄暗い時だけ活動するのです。またコアラはカンガルーのようにお腹の袋で赤ちゃんを育てる有袋目の動物です。ところでコアラはどんな声で鳴くのでしょう。七色の声と言われるいろいろな鳴き声を聞いてみましょう。オスのコアラがお嫁さんを探している時の声です。メスのコアラが痛いって泣いている声です。の喧嘩です。すごいですね。生後約半年の赤ちゃんコアラの可愛い声です。コアラの夫婦が愛し合っている時の声です。いやー、皆さんは朝から何を聞かされてるんですか。本当ですよ、一体何を聞いてるのこれ。順番って今うちのミキサーの岡部さん、はい、佐野元春ファンがですね、はい、曲じゃないよね、こんなことを言っちゃいました。いやいや、あのお言葉ですけど、ミキサーの岡部さん、はい、レコード大賞の方がこういう曲を、ノミネートさせない方が、本家の方が間違ってるんですよ。僕ら曲大賞をつてないんですか。そうレコードなんですか。レコード大賞の方が配信の曲とかあれやってるでしょ。こっちが正しいんですから、これは。いやー、なんですかね、最初の方のインパクトあるやつで、はい、ゴーってやつが、なんか俺の中で、はい、睡眠時無呼吸のひどいやつみたいな恐怖をすごい感じるんですよね。低く呼吸で。さあ、はい、それではじゃあ続いてですけども、はい、続いての曲ですが、曲と部門ですが、はい、いきます、続いてはですね、はい、クリスマスソング部門、はい、今年最も優れているクリスマスソングなんですけども、はい、おそらく皆さんはだとすると今年も竹内まりやさん行くかなと思ってると思うんですけども。そうですよ、もう王道ですよ。いやー、ただね、ここはね、いや、俺も竹内さんでいいんじゃないかなと思ったんですけども。そうです、今からの人みんなそうですよ。みんなそうでしょ。そうですよ。ユーミンとか。ですね。ね、行ってると思うでしょ。そこ激戦だったんですよ。あー、そうですか。結果ですね、最優秀クリスマスソング賞は、ビクター少年民謡会。岡部幸恵、はい、そして、広瀬一生、ビクターワンワンコーラスで、吹雪のサンタクロース。これ初めて聞いたとき、順番ってどうでしょう、吹雪のサンタクロース。いや、これね、クリスマスってやっぱちょっとこうハッピーなね、明るい感じのイメージありますけど。はいはい。これどえらいですよ。どえらいね。
途中からもぶっこんでくるし。そうね。クリスマスソングには間違いないですよね。そう、間違いないですけど。でもなんかね、いろんなドラマをね、感じてしまう曲なんですよね。はい、ということで、僅差で、竹内まりやさんに勝ちました。はい、我が番組では勝ちました。はい、聞いてください。吹雪のサンタクロース。綿の話爺様がね東京じゃなサンタクロースがトナカイソリで来るそうな姉さんはくすりと笑ってた夜窓をたたくラジオ聞き姉さんに聞いた本当かね田舎じゃなサンタクロースが雪が深くて来ないかな鍋縄なう雪あかり藁の雪靴そろえておいた楽しいねおひげのなサンタクロースがニコニコ笑顔できっと来る吹雪はよやめクリスマスこの白黒映画を見たかのようなね、そうそうすごい、趣がありますよね、はい。またあの、クリスマスソングを途中でねじ込んでくるじゃないですか。ぶっ込んでくる方がもうね、いいですよ。ちょっと DJ っぽいですよね。そう。民謡とクリスマスソングの、あの、レコードをうまく混ぜてる感じですよね。ありますよね。あとその、ジングルベルの方は、はい、ものすごい深いエコーかかってる、ね。あ、そうなんですよ。これでもかってぐらいね。最後あのエコーのそのクリスマスソングとともに、なんかこう、すごい豪雪死体のドローンで撮った みたいな絵が、引いていって、シューッとね、雪深いね。そういう感じがしますね。わらぶき屋根の。これは、あの、堀さんっていう戦前戦中レコードのアーカイバーの方、アーカイバーの、あれコードコレクターが、はい、本来はちょっと専門外の昭和34年ぐらいの曲を探し出して、はい、これかけた途端に重鎮の湯浅さんからメールがありまして、はい、何これっていう
はい。これレコードなんですか？レコードです、レコードです。あ、じゃあもう、相当古いレコード、ね。ほっとしたら、やっぱりあれコード、一期一会ですね、出会うのは。いや、本当に。こんなんね、俺、もうずっと探しますけど、出会わないですよ、これ。本当に。で、それがね、その、あの、チンバン亭と話してた、そういうもんなんだと思ったのは、はい、今年はコロナ禍で DJ イベントが、軒並み中止だから地方に行かない。そうなんだ。だから地方で結構面白いの掘れるんですけど、もう全然行ってないから。で、中古レコード即売会みたいのも、はい、みんな中止されてるんですよね。そう、レコードフェアとかないから。そうなんですよ。だからちょっと今年はアレコードの発掘が滞ってる年でも、そう。あるんじゃないか。なかなか難しいんですけどね。ということで、これもしかしたらアレコード大賞あるかも、まだ決めてないですね。あとまあまあ今後ちょっとチンバン亭に聞いてもらいたいようなやつを僕、はいはい、ネットオークションで安めのやつを集めてるんで、はいはいはい、またちょっと手伝ってください。いや、もちろんもちろん。はい、ということで今週のコメンテーター和物 DJ チンバン亭娯楽ショーでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。 TBS ラジオ伊集院光とラジオとケーズ電機。安心パスポートはスマホアプリがおすすめ。ダウンロードと新規ご登録で税別1000円以上の商品に使える500円引きクーポンをプレゼント。さらに今なら500店舗達成記念の500円引きクーポンもプレゼント。新製品が安いケーズ電機。ユーレクユーレク大成ユーレクユーレクユーレク大成ユーレクユーレクユーレク大成ユーレク伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、ほか各社の提供でお送りしました。ここで過払い金の無料診断、中央事務所に送られた70代女性の方からの感想をご紹介。私はデパートのカードでキャッシングをしました。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと無料診断に電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このように借金経験のある方は高額な過払い金が戻ってくるかも。今すぐ無料診断ダイヤルへ。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。あなたの過払い金を5分で無料診断。0120-10-10-10 10-10-10。石井正則と北里氏がお送りする自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。健康にいい、手軽で経済的、また自転車に乗りませんか？子供の頃は皆さんサイクリストでしたよね。僕たちが補助輪となり自転車の魅力を分かりやすく発信。日曜夜6時30分から。あららあららランラランラン、あららランラランランラランラン、あらあらラン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 、あらランランラン、あらランランラン、あら。とろーり甘口文鮮の乗りつくだに、あら、あ、はい、最瞬間誓約書でございます。宣伝を見て私も歩くのが弱々しくなってきて、歩くスピードも遅くなってきたなって感じてるんだけど。はい、元気に歩くための歩みのゼリー、根の力のことですね。そうそう、歩みのゼリー。ええ、年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより中高年の方の歩く力を維持することが報告されている。ブラックジンジャー由来、ポリメトキシフラボンが含まれているんです。私にぴったりじゃないですか。すでに召し上がっている方からは、毎日歩数計を見るのが楽しみですとか、これからもどんどん歩いていきたいですなど、ご好評いただいております。私ももっと歩くのを楽しみたい。ぜひおすすめです。歩みのゼリーは特保ではなく機能性表示食品です。無料3本セットのお電話は 0120-777-444777-444、最瞬間誓約書まで。時刻はまもなく9時51分になります。 TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。中央道上りは高井戸手前の烏山トンネルに左側で事故のため4キロ半を30分です。このほか関東地方を通ります高速道路、雪のためタイヤチェーンなどの滑り止めが必要な路線は、
関越道、上信越道、長野道、このほか東北地方の高速道路では広い範囲でタイヤチェーンなどの滑り止めが必要です。一般道路では神奈川県内が横浜横須賀道路の下り狩場付近、路肩に故障車が止まっている影響もあり、保土ヶ谷バイパスの上り線全線混んでいます。全線通過には50分。このほか埼玉県内では行田蓮田線は行田市野合新橋交差点付近、事故のため両方向通行止め、現場付近渋滞しています。千葉の国道16号線の外回りは柏市大島田交差点は故障車のため、外回りが2キロ半、内回りは1キロ半です。警視庁から以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時25分頃にお伝えします。現代版おむすびコロリン。日本では今日も一人につきおむすび1個分。合わせて1億個分以上の食べ物がコロリンと捨てられていましたとさ。食品ロスを一人一人が考えよう。 AC ジャパン。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、無料でご自宅まで伺い、その場でいくらになるか査定いたします。お電話は 0120-697-495-697-495 バイセル。浅田真央さんも愛用しているエアウィーヴがふるさと納税でもらえます。肩腰に優しいマットレス、首にフィットする枕、座り疲れを軽減するクッション、しかもカバーも中も全部洗えてずっと清潔。詳しくはふるさと納税エアウィーヴで検索。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。TBS ラジオ一員光とラジオと、この後10時からゲストに俳優の中川大志さん登場です。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは2020年個人的ベストバイ。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、北海道産牛乳を使用したくず練りミルクと、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。これね、また買おうっていうのが現れましたよ。意外な商品ですけど、はい、ラジオネームシグさん44歳男性の方、ありがとうございます。今年買ってよかったと思うのは、うん、ムヒ ER。 あ、ムヒってあのかゆみ止めのムヒ。はいはい。耳の周りの炎症を抑えるようで ER なんだろうね。これ ER の。ああ。在宅ワーク中や寝るときを中心に騒音を避けるために耳栓をしており、テレビやラジオも騒音を出さないようにイヤホンで聞いている。長く耳の穴が塞がれた状態が続くため中が痒くなり、ちょっと外耳炎になりかけてて、痛みに負けて耳の中を引っかかないようにこれを塗って痒みを、散らせています。少し良くなってきました。あのちょっときつめのマスクとかしてると耳裏とかも結構かぶれる、擦れるから、こんな年ないじゃん。だからかぶれるから、この耳周り用のムヒがあるって俺知らなかったんで、ムヒ ER はちょっとね、いい目の付けどころだなと思いましたね。それからですね、武蔵野ガンマンさん57歳男性、はい、ありがとうございます。伊集院さん、パートナーさん、アシスタントさん、おはようございます。おはようございます。ものではありませんが、
これね、くださったのは15日にくださったのかな、はい、昨夜見た佐野元春さんのライブが私の今年のベストバイでした。ゲスト出演された放送を聞いて思い立ち、チケットを申し込みました、うん、ただでさえ競争率が高い上、一席空けての販売だったので、チケットが無事ゲットできたのは運が良かったんだと思います、うん、マスクを着用、声援の代わりに拍手という制約がある、うん、あるがゆえかえって客席がステージに向ける熱量が高かった気がする。あー、ライブは最高で拍手しすぎて手が痛くなりました。あと、不幸中の幸い、怪我の巧妙っていうのかな、うん、一席空いてるので体を大きく揺らしたりリズムに乗っても隣の人に迷惑かかるみたいなことはあんまり考えなくてよかったというのもよかったです。2020年コロナ禍でのライブ体験は忘れられない思い出になりそうですね。いろんな各公演一生懸命制約の中やってて、またファンの方たちも一生懸命制約の中応援してますからね、うん、もちろん全然これがベストの形ではないんでしょうけど、なんかここを乗り切ったことで今度平時のライブより楽しいみたいなことはあるかもしれないですね、うん、さあそれから、はい、ラジオネーム柿之助さん45歳、ありがとうございます。私の2020年個人的ベストバイは今更ですが、はい、フィルムカメラを買ったことです。え、フィルムのカメラ、はい、当時20万円以上したカメラをわずか8000円で手に入れることができました。うーん、デジカメだとすぐ撮影の結果が見れてしまって撮っていて楽しくない。ああ、だもうちょっと一歩上の不便を楽しむね、領域だね。フィルムだと現像が仕上がるまで結果がわからないので撮影に集中できて私には好都合でした。ああ、そういう楽しみ方、やっぱちょっとこの不便をむしろ楽しむっていうのがこそ僕なんかは趣味だと思うし、この域に達するといいのと、やっぱりフィルム1枚いくらで、現像も昔ほど安いとこがないんで、現像も1枚いくらって考えると、やっぱりそのこれを撮ります、これは撮りませんっていう集中力とかもすごい高まると思うし、あの結果ピンボケだった時の悔しさが次撮れてる時の猛烈な喜びにもつながるんだろうとは思うんですよね。あ、フィルムカメラ結構引っ張り出してくればまだまだ家にあるんでね。私も、は、探してみよう。もういいですね。またちょっと中途半端。順位ヒカルとラジオと、今週のメッセージテーマは2020年個人的ベストバイ。家電に食べ物、旅行にイベントなど、今年お金を出して買った中でこれが良かったというものを教えてください。メールは ij@tbs.co.jp まで。みんなの願いを乗せて、今年もクリスマスがやってきます。このひとときが大切な思い出になりますように。山崎のクリスマスケーキ。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。高橋秀樹です。大切な遺言書のことなら朝日信託のしっかり遺言 .com、 しっかり遺言が10時をお知らせします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと中川大志と、おはようございます。今日は伊集院さんと面と向かってしっかりとお話しさせていただくのは初めてなので、少し緊張もしているんですけども、丸裸にされる気持ちでいきたいと思います。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっちょい、アシスタント安田美香です。さあ今日のゲスト、俳優の中川大志さん、本当にお忙しい中を縫ってもう収録させてもらったんですけども、はい、まあそんなだからギリギリまでお知らせできなくて、え、中川さん出るのっていうリスナーの方も多いと思いますが、うん、ぜひあのメールで出るよとお友達とかに教えてあげてください。僕はね、とあるドラマで彼を見てキュンとしてたんで、そんな話も、してると思います。この後、好青年中川大志登場です。伊集院光とラジオとゲストと、
この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。氷川きよしです。見たい知りたい食べたい金福明太パーク、出来たての明太子、明太ジャンボおにぎりに明太ソフト、無料で工場見学もできちゃう。みんなで来てね。明太パーク大洗、水戸大洗インターから10分。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト中川大志さんは1998年生まれ、東京都出身の現在22歳。13歳の時大ヒットドラマ家政婦の三田の長男役で注目を集めました。以来数々の映画ドラマに出演し、去年日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。さらに NHK の連続テレビ小説夏空に広瀬すずさん演じるヒロインの夫役で出演し、幅広い層のファンを獲得しました。そして今月25日には声の出演をしているアニメ映画ジョゼと虎と魚たちが公開される、今最も勢いのある若手俳優の一人、中川大志さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには中川大志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中川大志です。お世話になります。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。なんか特に俳優さんのゲストには包み隠さず言うんですけど、はい、僕は大変ドラマに疎いんです。はい。でどれぐらい疎いかっていうと、はい、家政婦の三田を見てないぐらい疎いんです。全然もうそんな疎いっていうか、だって 40% とかだったでもね、この番組に滝沢カレンさんが出てくれたのをきっかけに、はい、G 戦場のあなたと私は全話見たんです。マジですか。はい、めちゃくちゃ嬉しいです。中川くんは、はい、画面のこっちの、はい、視聴者を、はい、目で殺しに来てたんですよそうですね。こう、年上のお姉さんとのこう恋愛だったので、うん、ちょっとこう、求められるんですよ。そうそうよ。そうよ。当然そうよ。そういうちょっと子犬のようなじゃないですけど、年下男子の、みたいな、うん、あの手この手でちょっと頑張りましたけど。そういう役だったもんね。はい。それをまさかのアラフィフのおっさんもポーっとしながら見てる。いや、嬉しいですね。嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいです。ねえ。まあ、もうそんな中川くんがびっくりしたのは、はい。何歳からやってんの？キャリアそこそこあるのに、まだ22なんでしょ？ちょうど10歳の時に、スカウトされまして、はいはい、小学校4年生の時だったんですけど、なので、それからずっとまあ、今に至るっていうか。そもそもこういう芸能ごとのなんてきっかけっていうか、最初にこう、まあやりたいと思うとか、まあ、スカウトされてもさ、それ応じるっていうことはさ。はい。3歳の時からジャズダンスを習ってて、まあ僕はお姉ちゃんの練習についてって、まあ親と一緒にこう見学してたんですけど、そしたら先生に、弟くんも見てるだけじゃなくてやりなよって言って誘ってもらって、そこからダンスを習い始めまして。まさかの3歳男子ジャズダンスなかなかないよね。いやもう3歳なんで、もう本当にもう落ち着きもないわ、じっとしてられないわ。走り回ってなんかもうそこら辺でお菓子こぼしながらみたいな、もうほんとクソガキ猿みたいなやつだったんですけど、まあ1年にこう2、3回ぐらい公演があるんですけど、本番こう緊張を乗り越えてアドレナリンこう出ながら、で最後拍手をもらって照明浴びてみたいなのは好きだったんでしょうね。まあ少なくともその3歳の時に打ち込まれてるっていうか、はい、入ってるってことですね。はい。最初やったのは何？どんなことから始まったの？その俳優人生っていうか、タレント人生っていうか。一番最初はまあ、その事務所の、それこそ小学生クラスというか、同い年ぐらいの子たちと一緒に、まあ、いわゆる演技のレッスンを週に1回ぐらいまあ受けてたんですけど、うん、割とすぐにオーディションにも行かされて、NHK のこう著名人の方、スポーツ選手だったり役者さんだったり、いろんな方たちの幼少期を、ドラマ化するっていう番組がありまして、それの沢村一樹さんの役でっていうオーディションがあったんですよ。うん、で、それが僕の人生で初めてのオーディション。おで、顔が沢村さんの幼少期にちょっと似てたというか、そういうのもあって、
沢村一樹さんの幼少期を演じるっていうお仕事だったんですけど、そっから始まりましたね。まあ逆にどんなに演技上手くても伊集院光の幼少期だと残念だけれどもそれはねちょっと違っちゃうから、いやーそうだけど、はい、その受かったっていう体験はやっぱ嬉しかった。嬉しかったですし、あ、撮影現場に行くんだっていう、まあ、その緊張感が生まれてって、うんうん、そこが初めてカメラの前に立った現場になったんですけども、どの作品ぐらいから、もしくは何歳ぐらいから、はい、僕はこれを仕事にしていくんだ、俳優でやっていくんだっていう自覚みたいの出てくるの？結構明確にあって、それこそ中学校1年生の時に連続ドラマのレギュラーでワンクール、うん、オーディションがありますっていうので行って、トータル5回ぐらいあったんですけど、最後行ったら僕一人しかいなくて、あ、時間差でやるのかなと思って、うん、リハーサル室みたいなの入ったら合格ですって、あなたがこの役をやりますっていうことになって、それが家政婦の見たっていう。おー、そうなんだ。平均で 40% とかあったからね。すごいですね。最終回が、はい。ねえ、最終回の平均勝率 40% みたいな、はい。まあ自分にとって初めての連続ドラマのレギュラーっていうことで、うんうんうん、撮影するときはわけもわからず、で終わった後とかですかね、電車乗ったりとか、街歩いてて、あ、三田のお兄ちゃんだって言って、声かけてもらったりとか。真っ只中はわかんないんだね。で撮影が毎日あるもんね。真っ只中は全然ピンときてなくて、うん、久々に学校行ったらやっぱり、みんな先生も同級生もみんな見ててくれてて、うん、うわぁ、改めてこう、すごいのに出たんだなって、だんだん終わった後に実感してって、でそっから連続ドラマとか、いろんなお仕事、4クールぐらい連続で、ね、すごいね、出てた時があったんですよ。うんうんうん、今思ったら、よく頑張ったなと思うんですけど、自分で言うとあれですけど、うん、でもそれぐらい急にこう、現場で過ごす時間がやっぱり自分の生活の大半をこう占めるようになっていった時に、この仕事をやってる将来以外選択肢としてなんか考えられなくなってったのが、本当それが中学校2年生ぐらいの時だったんですよね。でもね、そのなんとかな、良くも悪くもそうなるっていうことはさ、普通の同級生たちと同じ生活はできなくなってくるわけじゃない。はい、はい、それにこう関する心の揺らぎみたいのはありました。あった。正直やっぱりこう普段の生活と撮影現場とか、それこそこうバラエティの現場とか雑誌の現場とか、やっぱりこう賑やかでキラキラしてて、ギャップがやっぱり少なからず。ありますよ、それあるし。あって。だって付き合う人の年齢がまず違うじゃんか。年齢もやっぱり、例えば学園ドラマとかで共演する人たちも、結構自分が昔から実年齢よりちょっと上に見られてたんですよ、うん、なので学園ドラマで入っても自分が常に最年少のことが多かったんですね。なるほど。役の上では例えば全員中学生でも、はい、その中学生の中でも学年が一番下なんだ。一番実年齢は一番下のことが多くて、そんなのね、もうそれぐらいの年からしたらお兄ちゃんお姉ちゃんに囲まれて毎日毎日撮影するなんてもう本当に刺激的で楽しいじゃないですか、うん、だからそことのなんかギャップというか、終わった後にちょっと燃え尽き症候群じゃないですけど、仕事以外はもう外出たくないみたいな、人に会いたくないみたいな時期はありましたね。学校も休んじゃうみたいな時もありましたし。だってさ、その学校のね、全然嫌いじゃない好きな友達と明らかにギャップがあること分かっちゃってんだもんね。そうですね。同じ悩みじゃないもんね、おそらく。お互い悩んでる時期でも、うん、はい、絶対同じ悩みじゃないし、向こうからはテレビ出てる憧れみたいのもあるけれども、うんうん、こっちは等身大で接したいのにみたいなのは、うん、まあ合わないよね。別になんかこう、スイッチを切り替えようとかっていう意識はなかったんですけど、うん、でもなんか必然的にやっぱり、現実に戻っていく時間と、また電車に揺られて東京に向かって仕事に向かっていく時間と、なんかそこがなんか憂鬱さがあったりとか、なんかあったんですよね。なんかね、ちょっとだけ共有体験でわかるのは、はい、自分は高校生の時に落語家になっちゃったのね、はい、弟子入りしちゃったの、はい、でいつも師匠のカバン持って、はい、毎週新幹線乗ってる、はい、
だけど、高校の席は残ってたんで、はい、修学旅行に行った。はい。そしたら同級生すっげえ新幹線テンション上がんねん。うん。こっちは、もはや乗りたくねえぐらいだけどって、はい。言えないんだよね。そ、同級生のテンションを落としちゃうから、わ、はい、うん、かります、わかります。俺も楽しいふりをしてる。うん、だけど、あ、俺だけちょっと振りしてんだな、この集団の中でみたいのは。それに気づいちゃう瞬間みたいなのがやっぱ、そう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 。あったりするのありましたね。で、そうすると大人の世界の方で、落語家の世界の方ではもう全力出していいし、はい、まあまあ優しくしてくれる人もいるしってなってくると、はい、なんかちょっとだけその感じはわかるかも。ありましたね。でもそんな中で、なんだろう、かっこいい大人とかね、素敵な先輩、誰とかですか？すごく印象残ってるのが、大河ドラマに高校3年生の時に、真田丸という、はい、作品に出させていただいて、そこで豊臣秀頼という役をやらせていただいたんですけども、まあ、そうそうたる、大河ドラマなんでも、そうそうたる先輩方に囲まれて、まあもちろん主演の坂井さんも、すごくこう僕はもう一番影響を受けたというか刺激もらったというか、かっこよかったなと思ったのは、口で言ってこう引っ張っていくとか、こうみんなをこう鼓舞してっていう方ではないんですよ。うんうん、もう本当に芝居で見せるというか、うん、坂井さんがもう本当に NG を出さないんですよ。で、それがもう周りがやっぱ緊張感が出てくるわけですよ。うん、やっぱ坂井さんがあんだけ NG 出さないから俺たちもやる、NG 出せないし、ただじゃあ坂井さん自身がずっと自分の世界に入られてる方かって言われたらそうではなくて、カメラが回ってないところではすごくこうリラックスしてらっしゃって、途中から入ってくる役者に対してすごくこう気を使って優しく話しかけてくださったり、リラックスしてる方で、でもいざ本番パンって入ったら、いつそんな準備をしてるんだろうっていうぐらいの、そのパフォーマンスを見せる方で、結局、そこにやっぱついてきたくなるじゃないですか、その背中にというか。だからそこはすごく影響を受けましたね。だってすごいなと思うのは、その坂井正人さんの、もう何年前の話これって。もう5年ぐらい前。でしょ？の話をしてるのに、はい、もう、そこに坂井さんがいるかのような瞳をキラキラ輝かせながら、喋ってるだけでも伝わるし、あと僕がこうやって間接的に聞いてもすごいんだなって思うのは、神経質に NG を出さないってことは、まあ、その人の芸風としてできるのかもしれないんですよ。はいはい、だけども、そこをパーフェクトでやって、いい意味での緊張感を与えるけど、はい、なんか嫌な方の緊張感、俺なんか絶対、俺は絶対 NG 出さないって決めて、はいはい、じゃあ自分より年下が NG 出したら、はい、いやいや、なっちゃう可能性あるって、はい。でも、その何十倍もの役作りが済んでれば、はい、で、あと座長だって意識の方をきちんと持ってれば、はい、きっとその両方できるんだろうね。だからもう見えないところでの準備は本当にとてつもなく積まれる方なんだろうなって思います。やっぱりそれじゃあ自分が座長だっていうような仕事の時には、ちょっとその姿を思い浮かべる、はい。思い浮かべますね。意識はしてるんですけど、やっぱなかなか真似できるものではないですね。他に何だろう、恩師とか恩人ってなったら誰ですかね。ちょっと遡るんですけど、話が。まあ、それもまた中学校2年生の時なんですけども、TBS の夜行観覧車っていうドラマがあって、今まで自分がそこまででやってきてないような、まあ、難しい役どころだったんですけども、ずっとこう連続ドラマ、ずっとなんか、忙しくなって続けて出てた。なんかちょっとこう、だんだん自分の中で、分かってきた感じがしちゃってた時っていうか、なんかこうちょっとあった時期だったんですよ。それでしょ、後で冷静に考えるとおそらくそういうもんが俺には出てたんだろうなっていうことでしょ。はい。で、そこの時に塚原監督という女性の監督がいらっしゃって、まあもう TBS のいろんな名ドラマを撮ってる方なんですけど、伸びてた鼻を思いっきり根元からこうぐしゃーみたいな感じで、すごく印象に残ってるのはやっぱり
一人で芝居をするんじゃないっていう言葉があって、こう相手の言葉を受けてない、キャッチボールになってないんだって。その言葉がその先ずっと自分の中に残ったし、そこで一回ああいう経験がなかったら自分の中で浮ついて変に凝り固まってっちゃってたんだろうなーって、そうなってたら怖かったなって思いますし。いやだけどそれはすごい中二だと思うよ、うん、それで嫌になっちゃう子だって当然いて、うん、本当の天狗だったらそっち行くと思うんだよね。あでも今ここにいるっていうことは、今そうやって振り返るっていうことは、はい、ちゃんと難しいながらも自分の血肉にしたわけでしょ。いやーだからなんだかんだ憂鬱だなーとか辛いなーと思いながらも、やっぱりカメラの前に立つっていう、そこはやっぱり楽しかったんだと思います。なんだかんだ言ってもそこはなくな、本当の意味でなくなってたら多分ギブアップしてたと思うんですけど、だってそこがどん底なんだもんね。そこがどん底にもかかわらず、はい、やっぱりまだ行くんだもんね。はい。で、やっぱりそういう作品だからこそ、ちょっとこう苦しんでたり病んでる姿がドラマチックだったりして、追い込まれながらもやるっていうのは、そこで初めてちょっと経験したことだったんですよね。いや、なんかすごいよな。中二の少年からしたらね、セリフ量の多いものを自分はちゃんと覚えてますよっていうことだって、はい、ちょっと褒めてほしい。そうですよ。どんどん難しいその表情とかが作れるようになりましたよっていう自己完結してるやつだって褒めてほしいけど、ズバッと言われるわけだよね。そんなことで満足してんじゃねえよってことだもんね、うん、セリフ言えて当たり前、表情いっぱい あって当たり前、はい、それが周りの人の演技とちゃんとこうしてないんなら、はいはい、それは芝居はできてませんって言われるわけで、うん、多分図星だったからきついんだろうね、きっとね。きつかったですね。まさしくそうだと思ったし、結構なんか帰りの電車とかで泣いたりしたんじゃないですかね。うわー。きつかったなー。想像するに絵になりそうだけどな、それも。あ、そう。はい。中二男子が思わず涙しちゃうぐらい刺さったんだ。刺さりましたね。ただ嬉しかったのが、本当にそっから1年後とか、その塚原監督に別の作品で呼んでいただいて、すごい嬉しかったのが、まあ分かりやすく言うとメモリがあるとして、メモリのその目が前は荒かったんだけど、すごく細かいところで調整できるようになったよって言われたんですよ。うわ、また素敵な褒め方だな。本当に大雑把な、一個カチってやったら10、もう一個カチって言ったら50怒ってるぐらいまで行くのが、7.3 怒るとかできるのってことでしょ、要は。そういうちょっとしたこう、変化とかニュアンスができるようになったって言っていただいたのが嬉しかったですね。いや、なんかその関係性をドラマにしてほしいぐらいの多感な14歳が、女性の大監督から痛いところバーン行かれて、で、電車の中で涙が止められないぐらいだったのが、変だし、それで終わっちゃってもおかしくないのに、また起用してもらった時に、最高の褒め方されるわけでしょ。いや、嬉しかったですね。だから一個本当にただただ反省しなきゃいけないのが、その中学校2年生夜行観覧車の時に、中学生の時なんで、おしゃれに気使ったりとか、ちょっと多感な時期っていうか、ドラマ中にもかかわらず、ちょっと自分で眉毛の、その処理をしすぎちゃって、メイクさんにめちゃくちゃ怒られたっていうのがあって。ちょっと待って、ど素人の娘だけど、それは。なんで急に整えてんのって話でしょ。つながんねえよ。つながり的には。眉毛がつながんねえっつって。はい。細くなっちゃった。ちょっと細くなっちゃって。はい、はい。その時もう怒られすぎて、ちょっと別の意味で泣きましたね、それは。ああ、今の話はなしにしといた方が、もうちょっとかっこよかったね。今思い出したんですよ。うん、切ってください。絶対切らないです。マジか。絶対切らないですけども。ね。でも本当に複雑な年の取り方をしたんだろうね。そんなんです。そんな時にいろんなプレッシャーかかる中で、そりゃその演技でも悩むし、眉毛も切りすぎるし。はい。いやー、本当に濃かったですね。さあ、じゃあちょっと一回 CM を挟みたいと思いますけど、なぜかアシスタントの安田が泣いているという。どうしました？今の話の途中で、急に泣いてる。隣だったんで気づかない。ちょっとね、情緒が不安定なので、CM で立て直してね、一回挟みますよ。はい。
アンガールズ山根です。田中です。受験生って悩むよね。今年はコロナもあって友達に会って相談とかできないもんね。だから受験生専用のみんなで悩みを共有する番組やります。それいいじゃん。受験生は夜悩む、プレゼンテッドバイ明治プロビオヨーグルト R1、 明日夜10時。田中も悩めよ。いや俺受験生じゃないから。蓮見のりゆきです。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、12月19日のゲストコメンテーターは社会学者の新田正文さん。北村さん、はい、自販機のあったかい飲み物、こんなのあったらいいなと思うのは、やっぱりあったまるんで焼酎のお湯割りが欲しいですね。中にはあの梅干しも入れてください。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りしました。高圧受電設備の電気主任技術者をお探しなら関東電気保安協会。高圧受電設備の改修をお考えなら関東電気保安協会。電気は正しく安全に使いましょう。関東電気保安協会。新規事業をお考えの皆さん、コインランドリーピエロのフランチャイズ加盟店になりませんか。300店舗以上の実績を誇る尖閣が皆様の資産活用をお手伝いします。03-3343-1111 03-3343-1111。 コインランドリーピエロ。新ビオフェルミン S。 では次のお悩みをどうぞ。うちの娘は便秘、息子と夫は軟便で。だったら新ビオフェルミン S、 小腸も大腸も整える乳酸菌だから家族のお腹に効きますよ。よかった。新ビオフェルミン S 錠は指定医薬部外品です。おひなさまと五月人形、今コーノスひろたやで予約セール。コーノスひろたや。この国の未来を築いてくれていた人たちの、その未来を奪ってしまったアスベスト。目を背けてはいけない問題だと思う。息苦しい世の中はもう嫌ですね。気持ちいいところで健やかに暮らしたいです。アスベストが原因の疾患を持った方とそのご遺族は、国から最大で1300万円の賠償金を受け取れる可能性があります。未来はきっと明るい。アスベスト訴訟のご相談は 0120-377-931、 みんな救済第二東京弁護士会平松豪法律事務所へ。時刻は10時23分です。TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の染井明子さん、お願いします。はい、この時間関東の平野部はすっきりと晴れています。ただ昼過ぎからだんだん雲が出てきて、神奈川や千葉では夕方以降パラパラと雨の降るところがありそうです。降ると言ってもごく弱い雨なので傘を持ち歩くほどではないかと思いますが、神奈川や千葉の方は念のため洗濯物は早めに取り込むのがおすすめです。今日の最高気温は6度から8度くらいで、昨日より3度ほど低くなります。この後は北風も強まるので、外に出るときは首元や足元までしっかり防寒をした方が良さそうです。そして乾いた北風で空気もカラカラです。加湿器やあえて洗濯物を部屋干しするなど乾燥対策も必要になってきそうです。関東北部の山沿いでは雪が降って、明日の昼頃までは大雪に注意が必要です。関東平野部は明日も晴れますが、今日と同じくらい寒くなります。今朝氷点下だったところは明日もおそらく同じくらい下がりそうです。お気をつけください。以上です。気象予報士の染井明子さんでした。ナイツの花輪です。12月26日夜8時から映像配信の番組をやります。その名もナイツ花輪のネタ座談会。今年のネタは今年のうちに、内容はタイトルから察してください。E プラスパラビで視聴できますので、詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。ここで TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の薄井ひろこさん、おはようございます。はい、お願いします。首都高速は3号線の上りの三軒茶屋付近、乗用車が左側車線に止まっています。今9キロ半、東名高速の東京料金所あたりから混んで通過に1時間ぐらいです。中央道の上り烏山トンネル付近の事故、こちらは処理終わりました。6キロ残って35分、
雪の影響で上信越や東北方面など滑り止め必要です。一般道は埼玉県道の行田蓮田線、行田市の先玉古墳公園付近、事故で上下線通行止め。神奈川は保土ヶ谷バイパスの上り、全線通過に50分。千葉は16号の外回り柏の大島田、故障車の影響で2キロ半ぐらい。都内は江東区内の湾岸道路の西行き、東雲2丁目付近、前にあった事故の調べ、左側車線で始まって2キロ30分です。警視庁から以上です。警視庁の薄井弘子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時55分頃にお伝えします。アニメーション映画ジョゼと虎と魚たち、鈴川恒夫役の中川大志です。ジョゼ役の清原果耶です。長年にわたり愛され続ける恋愛小説の名作がアニメーションとなってスクリーンに登場します。12月25日公開予定。感動は劇場で。お待ちしてます。伊集院光とラジオと中川大志と欲しいのと。改めまして、今朝のゲスト俳優の中川大志さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ挟んでる間にですね、情緒不安定の原因が分かったんですけども、はい、我が子に重ねたのね。そうなんですよ。もう母親としてなんか一緒になってこの歴史を辿ってしまって、中2になった我が子がもしかしたら母親の知らないところで電車の中で泣くのかもしれないと思ったりとか。そうなんです。大人の中で必死にもがいて今があるんですね。いやー、また泣き始めましたね。こいつはほっとこうと思いますけども。はい、干し芋、干し芋ってあの干し芋、食べる干し芋、あの干し芋です。めちゃくちゃ好きで。いや意外です。それこそおばあちゃん家とかでちっちゃい時にたまに食べてたんですけど、ここに来てまたハマってしまいまして最近。食べ方は普通にトースターで焼くのがやっぱうまいですね、はいはいはい、あったかくなってねっとりして甘さも出て。クリームチーズ行ったことある？ねえ、ないです。甘い系のね、はい、あの今時の割と蜜の多めの干し芋あるじゃないですか、はい、あれにちょっと選ぶんだ、癖の割と弱めのクリームチーズ、はい、ちょっと一回いって。え、それで焼くんですか？ね、温めた上にクリームチーズでいいと思う。はあ、それはちょっと溶けてうまいんだよね。めちゃくちゃもう今日買って帰りますもんね。言ってください。いや、でも干し芋とかずるいですよね。ずるいよ。なんかフォアグラとか言いそうなのに干し芋って俺が干し芋って言うとだろうなの感じすごいするんだけど、ちょっとギャップ入るんですよね。いやいや、そんなことないです、はい、さあ、そんな中大事なところちゃんとお知らせいたしますんで、中川くんの映画のお知らせを安田からお願いします。はい、中川さんが声の出演をしているアニメ映画ジョゼと虎と魚たちが今月25日金曜日から全国公開されます。原作は芥川賞作家田辺聖子さんの人気小説。趣味の絵と本と想像の中で自分の世界を生きる車椅子の少女ジョゼが夢を追いかける大学生ツネオとの出会いをきっかけに外の世界へ飛び出していく姿を描いたラブストーリーで、中川さんは大学生ツネオの声を、女優の清原果耶さんがジョゼの声を担当しています。これ資料によると声のお仕事は去年ソニック・ザ・ムービー、ハリウッド映画、はい、あれのソニックの吹き替えやってると。そうなんです。でもこれ全然違うでしょ、難しさは。全然違いますね。ソニックはもうソニックだったんで、はしゃぐっていう躍動感とね。そうですね、元気ね。もう僕もちっちゃい時からこうゲームやってたんですけど、まあそれを体現しないといけないっていうか、もうそのキャラクター難しかったんですけど、今回は、うんうん、割と等身大の大学生の役どころだったので、あまり作り込みすぎずというか、どっちかというとドラマの演技とかにも割と近いっていうか。そうですね、割とこう今回のこのジョゼとトラと魚たちの監督も、僕が芝居をしてる時の映像ではなくて、何かこうインタビューか何かを受けてる時の映像を見てくださって、あ、この声はツネオという役に合うんじゃないかってことでオファーいただいたみたいで、だから割と結構今回の役は、まあ割とフラットにというか、変に作り込まないで、はい、ニュートラルな声で演じました。これジョゼとトラと魚たち、
今初めて知ったっていう人に見どころとか、ここ、はい、ここういう方見てほしいってありますか？あの、僕が演じたのが、まあ、大学生で、大学で海洋生物学、まあ、海のことを勉強してて、はい、まあ、アルバイトもダイビングショップでアルバイトしてる男の子で、まあ、その、常雄には夢があって、小さい時に出会った憧れの魚、クラリオンエンゼルっていう魚がいるんですけど、その魚と、出会うためにメキシコに行きたい、うん、メキシコに留学したいっていう、そういう夢があって、うん、その夢を叶えるために、まあ勉強もアルバイトも励んでる男の子なんですけど、その常雄がある日突然、その車椅子の少女ジョゼっていう女の子なんですけどと出会って、うん、ジョゼはまあ生まれつき足が悪いんですけど、うん、おばあちゃんと二人暮らしで、まあそのおばあちゃんにこのジョゼの見張り番というか、勝手にジョゼが家から出ないように、危険な目に遭わないように見張ってくれ、お金払うからっていうことで、うん、二人の関係が始まるんですよ、うんうん、だから最初は本当にアルバイトとして、そのジョゼという女の子の、まあいわゆる見張り番、管理人みたいな感じで、関係が進んでいくんですけど、そういう関係がの中でだんだんとこう、最初は壁があった二人の間にも、だってお金のためだもんね、最初はある意味ね、はい、うん、でもこう彼女のことを知っていくんですよ、うん、その中でお互い惹かれ合っていくというか、まあでとにかく、まあお互いこう20代前半でこう素直になれないかったりとか、中川くん一ついいかな、はい、真面目すぎ、はい、見てもらわないと。ちょっと俺全部話してます、ね、うん、俺このままだと全ストーリー行く気がして。いや、僕、あの、今。素直すぎ。いや、僕今途中で思ったんですよ。うん、結構、友達に最近見た映画とか、これ見て、みたいな時に、全部言っちゃう癖があって。あの、それはラジオに出るにあっては致命傷ですから、あ、俺今思いました。すごい時間話してるなと思いました。俺も途中で、これ上映とか行くんじゃないかって途中で思い始めて。すいません、ごめんなさい。全然全然。ね、途中止めちゃって逆にファンの方には申し訳ないんですけど。いや、そうです。でもやっぱり大体のこと見てほしいじゃん。はい。ね。あの、残りのところはみんな見てほしくて。あとは、この安田はすでに死者を見てるんですよ。ありがとうございます。しました。彼女がね、ネタバレなしで見どころを言うのが天才的にうまいんですよ。いや、もう、そこお願いしますよ、安田さん。僕は出番ないです。そうですよ。あのですね、もう、人を好きになるっていいなーっていう映画です。純愛って素敵だな。あ、思い出した。この人も止まんなくなるんで、これぐらいでいいと思います。ね、25日から全国公開です。はい、ジョゼとトラと魚たちということで、はい、皆さんも見に行ってください。よろしくお願いします。さあ、最後ですけど、ね、これからの夢や野望っていうのをみんなに聞いてるんですけど、プライベートでもお仕事でもいいんです。はい、そうですね。やっぱり自分にとっての、まあ夢とか野望とか、やっぱもうこの仕事がやっぱ占めてる割合が大きいので、2020年はこう駆け出したいのに足踏みしなきゃいけない時期だったりが、もう本当全世界皆さんそうだと思うんですけど、多かった時間だったので、まあ21年はもうそれをこう言い訳にはせずに、よりこう一個またギアを上げて、表に出る人間なので、ハッピーなニュースを、うん、嬉しくなるような明るいニュースを届けられたらいいなと思って、まあ来年の目標になっちゃったんですけど、いやいやもう十分っていう感じですかね。でも何かいつか主役のドラマの中で、あの日の堺雅人さんみたいな振る舞いができたなみたいな日が来るんだと思うんですよ、はい、ね、おじさんながら一ファンとして、はい、見させていただきたいと思います。頑張ります。今日のゲスト中川大志さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。声優の徳井空です。音声ガイドアプリミミタブで徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムーン編集長の三上武春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。未知との遭遇へ出発進行。メモリードライフ。自分の人生には満足しています。平凡だけど穏やかだったし、外国旅行も行ったし、あとはささやかに最後の時を迎えるだけなんですが、万が一の時、葬儀費用で残された家族に負担をかけたくないし、
という私の心配にメモリードライフは答えてくれるのです。満89歳まで申し込みできるそうだし、医師の審査は不要だというし、なので資料請求は元気な今からお願いしようかと。死亡保険金額100万円コースなら、満60歳女性の場合、年払い保険料7940円、一月あたりおよそ662円です。メモリードライフの創業券、資料のご請求と詳しい内容のお問い合わせはフリーダイヤル0120-244-888 0120-244-888 まで。入れ歯でお悩みの方、インプラントで実績のあるキヌタシカは中央線西八王子駅前、0120-221-222-221-222、タヌキの反対キヌタで覚えてくださいね。インプラントのキヌタシカ。毎日の暮らしに潤いを届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は竹下香菜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は年末年始の食卓を豪華に彩るとっておきの人気グルメ、函館本数の子黄金松前漬けをご紹介します。豪華、うん、お正月来たって感じしますよね、うん。TBS ラジオショッピングでは1ヶ月分の放送商品などをご案内するハガキを毎月ご希望の方にお送りしています。この本数の子黄金松前漬けはそのハガキで紹介していた隠れた人気商品で、実に17年目のロングセラーを誇ります。よく隠しましたねでも隠れてなかったんですよ ね、 そうね、はい、人気の理由は数の子のボリュームにあります。市販の数の子松前漬けの中には数の子ちょっとしか入っていないものもありますが、うん、こちらなんと全体の6割が数の子です。本当、うん、すごいんだよ。まるまる1本のままの数の子とバラの数の子を贅沢に漬け込んでいるので見た目も豪華なんですよね。中をちょっと分けてみました。どうですかこの数の子の量。すごい、本当にほぼほぼほぼ数の子なのよ。すごいのはね、数の子全部右側で言ってそれ以外を左側にしてんだけど、はい、ほとんど数の子なんだ。そうなんです。これすごいね。ほとんど数の子なんです。まるまる一本っていうのがすごいですよね、うん、ぜひお召し上がりください。もういただきますよ、いただきますよ。はい、わお。なんかいつもさ咀嚼音をなるべくマイクに僕は逆に乗せないようにしてんですけど、こればっかりは、うん、このサクサク感、まあまたタレがうまっ、うん、ハモりましたね。あらゆるうまみが入ってくる。まろやかで調和してる、ね、美味しい。食感もいいですね。もうね、それもそのはずなんです。作っているのは創業79年の老舗で、北海道函館を代表する水産メーカーの布目です。素材の良さと製法にこだわり、数の子は粒立ちがよく旨味がよく絡むドイツ産を厳選、さらに北海道産の真昆布と国産のスルメを使用し、醤油ベースの秘伝のタレに漬け込んでいます。しかも大きな数の子がなるべく崩れないよう、熟練の職人が手作業でじっくりムラなく丁寧に仕上げています。ご飯やお酒のお供に、またお茶漬けもおすすめなのでぜひお茶をかけてお召し上がりください。いいの、ね、お茶漬け。これ竹下さんがね喋ってる間に口動かすとまだプチプチ言うぐらい本当この、ね、食感たまらない、ね、すごいんですけどさ、今度お茶漬けで今お茶かけていただきます。わ、ね、ごちそうだ。おい、うん、風味がすごい上がってくる。贅沢、うまい。ご飯全体が美味しくなる。素晴らしい。ありがとうございます。今回これを年末年始たっぷり楽しんでいただけるよう、500グラム入りを2パック、合計1キログラムでご用意しました。うん、気になるのはお値段ですよね。うん、お買い得なお値段も人気の理由です。一本物の数の子までしっかり入った老舗布目の人気商品、函館本数の子黄金松前漬けは500グラム入りが2パック合計1キログラムでお買い得な税込み4800円、4800円です。そして倍の2キログラムセットはさらにお買い得です。単品合計価格9600円のところ1120円引きの税込み8480円。8480円です。賞味期間は冷凍で90日、
500g ずつ蓋付きの容器に入った個別包装ですので、使い勝手が良くお裾分けにも便利です。なお明日までのお申し込みで年内にお届けします。数に限りがありますので、お申し込みはお早めに、別途送料頂戴します。ただいま TBS ショッピングでは年末トクトククーポン祭りを開催中です。本日ご紹介した商品を12月20日までにお買い上げの方全員に次回使える 15% オフクーポンを差し上げます。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。なんかかなり年の瀬近づいてきたなと思うのは、かなりマッハで送ってますけど、明日までに注文の分が年内ってことですね、はい、これのこの商品に関しては、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。実は銀行系列のカードローンやデパート系列のカードローンでも過払い金が発生しています。あなたに過払い金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。0120-10-10-10。借り入れ金額が少なくても、借り入れ期間が短くても構いません。かなり前の借り入れでも、書類やカードがなくても構いません。心配事があっても、間違っていても、0120-10-10-10。電波利用のルールを守りましょう。無線機の使用には技術基準適合証明マークの確認を。電波の利用には原則として免許が必要です。外国規格の無線機は日本国内で使用できません。総務省関東総合通信局からのお知らせでした。おお、まだ口の中でプチプチ言ってるけどさあ、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴのお時間です。みんな電力さんご提供のコーナーです。みんな電力さんはぜひぜひ自分の考えで電気を選ぶ時代ですよと、そして、毎月自分がどれぐらい電気を使っているのかを気にかけていてほしいと、でそのためにも検診票はちゃんとチェックしてくださいなと、こういうご要望を持っております。そこでできたコーナーです。仕組みは簡単です。皆さんのお家に毎月届く検診票、それがそのままビンゴカードになります。毎週三桁の当選番号を発表します。でお手持ちの検診票に記載されている電気料金の下3桁とその数字が一致した方の中から抽選で1名様に毎月の電気代1万円をプレゼントいたします。はい、ちなみに検診票2019年の2月分から有効なんで、皆さんかなりビンゴカードがあることになります。まずは前回第92回当選者の発表です。先週の当選番号229で一致したよって送ってくださった方19名様、うん、その中から厳正なる抽選で選ばれた当選者の方は東京都練馬区にお住まいの福岡亮さん、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、ちょっと寒くて電気代かかる月ですからね。1万円すぐ送りたいと思います。惜しくも外れてしまった18名の方にも抽選で番組ステッカーを送らせていただいております。さあ、新たなチャンス。はい、今安田の手元に赤、青、緑3つの10面体ダイスが入ったカップがあります。私の合図でこれをカラカラのポンしていただいて、出た目を赤、青、緑の順で読み上げて当選番号決定です。はい、それではまだちょっとプチプチ言ってますね。ね、お互い言ってますけど。それだけ数の子がすげえ入ってるよっていうことです。第93回みんな電力プレゼンツ電気ダイビング当選番号の決定&発表です。安田さん、ダイスを、お振りなさい。もういくつ寝るとお正月を。はい、来ました。それでオープン。つい。赤。もう一生なれないんだな、うちのアシスタントは。その、どっちが上かで。どっちが上かな。はい、9ね。9。さあ、はい、青。1。緑。2。当選番号は912です。さあ、こっからですよ。当たったと今飛び上がった方。検診票のコピーもしくはウェブ明細の方はこれをプリントアウトしたものと、住所、氏名、年齢、電話番号を書いた紙を郵送してください。締め切りは12月20日日曜日までに番組サイドに届いた分が有効です。それじゃあ、宛先お願いします。
宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと電気代ビンゴの係までです。検診票には個人情報も記載されていますので必ず封筒に入れて送ってください。そして外れてしまった検診票も翌月に繰り越して使用できますのでそのまま保管しておいてください。はい、引き続き皆様からのご応募お待ちしております。以上、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴでした。ここでみんな電力からのお知らせです。ご存知ですか？今おうちの電力を自然エネルギーに切り替える人が増えています。自然エネルギーとは風力や太陽光など地球に優しいエネルギーのこと。そこでおすすめなのが TBS ラジオの電力も供給するみんな電力。みんな電力は自然エネルギー比率がナンバーワンの電力会社。どこよりも自然エネルギーにこだわるからこそどんな人が発電しているのかまでわかる仕組みを採用しています。例えば津波の跡地で太陽光発電に挑戦する福島県の三浦さんや、使われなくなった畑を発電所として再活用し地域に貢献する神奈川県の小山田さんなど、電力を選ぶことで彼らを応援することにもつながるんです。さあ、あなたも地球の未来のために自然エネルギーナンバーワンのみんな電力に切り替えませんか？詳しくはみんな電力で検索。 TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話安田コレクション。どの口を安田おっちょこちょい、人のおっちょこちょいを言うんだって話ですけどね。俺も竹内もスタッフもね、そうですね、はい、さあそんな中皆さんもかなりのもんだということで、はい、杉並区ラジオネーム直吉さん56歳男性、ありがとうございます。まあ、中古レコード屋さんによく行くんですって。で先日中古レコード屋さんにまた行って、500円コーナーにはこう空の CD ケースが並んでて、中身は入っていません、カウンターでお渡ししますっていう、まあ万引き防止とか、まあ、そういうシステムのお店、日本人アーティストアの行から見ていくと、いつもはこのコーナーにはない小田和正が、もうその文字を見たらすぐにあの歌声を聞きたくなってしまい、他の客に取られてなるものかとケースをすぐ取って即レジに持ってって、焦って店員さんに差し出すと、店員さんが、なんて言いますか、これは見出しでございまして、ここからのコーナーが小田和正さんという、わかる？ああ、こっから小田和正のトップの小田和正をこれ名前オンリーだからベストかななんつって、ね、それを持ってっちゃった。自分は歌手別の見出しをレジに持参していました。判定をお願いします。金賞。すげえ面白いよね。なんか小田和正とだけドン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 って書いてあるとさ、あらゆるヒット曲入ってる感じするもんね。お主もやりますな。伊集院光や安田に負けないとはいかないまでも、まあまあ、笑えるおっちょこちょい送ってください。腰の痛みで憂鬱な朝を迎えた皆さん、同じような痛みを抱えた方からこんなお声が届いています。半年ほど前から痺れや痛みが腰に現れて、トイレや朝起きる時が辛くてひねった覚えもないのに、そんな時通産党と出会いました。スクッと起きられる朝が迎えられるよう頑張っています。ラジオの前のあなたも痛みを諦めず始めてみませんか？再瞬間製薬所の通産党は、神経痛による腰や膝関節の痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-305-305、305-305、年中無休で受け付けています。この医薬品は、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。法律事務所ホームワン。法律のこと難しい、知らずに損してないかな、それなら気軽に相談しよう、0120-316-279、東京弁護士会所属法律事務所ホームワン。
しく感動できるスーパー、ロピア。あいうえあいラブラブラブラリルレラブラブラリルレロピアはラブラブロピア。愛に満ち愛されるスーパー、ロピア。ラブラブロピア。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンをTBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。アメリカ共和党の上院トップが大統領選挙での民主党バイデン氏の勝利を初めて認めました。アメリカ共和党の上院トップを務めるマコネル院内総務は15日、前日に行われた選挙人による投票で過半数を獲得した民主党のバイデン氏を次期大統領と呼び、大統領選挙でのバイデン氏の勝利を初めて認めました。これまで敗北を認めないトランプ氏に同調してきたマコネル氏ですが、態度を変えたことによって共和党内にバイデン氏を次の大統領として受け入れざるを得ないというムードが広がりそうです。一方、トランプ氏は15日もツイッターに選挙の不正を主張する投稿を繰り返すなど、敗北を認めない姿勢を崩していません。韓国法務省の懲戒委員会は今日未明、検察改革をめぐって政権と対立するユン・ソクヨル検事総長を停職2ヶ月とする処分を決定しました。懲戒委員会はチュ・ミエ法相が先月24日、ユン検事総長が職権を乱用し、最側近に対する監察を妨害したなどとして、懲戒請求したことを受けて開かれたもので、10日に開かれた1回目の懲戒委員会では、検事総長側が委員の交代などを求めたため、審議が進んでいませんでした。2回目の審議は今日未明まで続き、停職2ヶ月の処分が決まりましたが、ユン検事総長側は、懲戒手続き自体が違法で不当だとしていて、法的な対抗措置を取るとみられます。イギリス政府は15日、来年議長を務める G7 先進7カ国首脳会談にジョンソン首相がインド、オーストラリア、韓国の3カ国を招待すると発表しました。3カ国を招待する理由として、イギリスと同様の価値観を持つ民主主義国家とともに共通の利益を追求し、共通の課題に取り組むためとしていますが、中国を牽制する意図があるとみられます。イギリスは香港での民主派弾圧を繰り返し非難するとともに、中国の海洋進出にも懸念を示すなど、このところアジア太平洋地域への関与を深めています。夕べ埼玉県川越市で住宅火災があり、女性一人が亡くなりました。昨日午後10時半ごろ、川越市南大塚にある住宅から火が出て、およそ2時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅一棟を全焼し、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。この住宅には長島昇さん65歳が64歳の妻と2人で住んでいて、長島さんは外出中でしたが、火事の後妻と連絡が取れていないということです。警察は遺体は長島さんの妻とみて身元の確認を急ぐとともに、出火原因を詳しく調べています。以上、ニュースをお伝えしました。ニュースデスクの中村久人さんでした。日曜お昼12時30分から放送中、新米記者松本穂香です。12月20日のゲストは土屋アンナさん、モデル、歌手、女優、そして4人の子供を育てるスーパーママ。聞きたいことがたくさんあるので、どんどん質問ぶつけます。もうアンナさん素敵すぎ。時刻は10時54分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井弘子さん、お願いします。はい。首都高速は5号線の上り板橋本町で4キロ、高島平から20分です。3号線の上り三軒茶屋付近の乗用車は移動しています。今東名高速は上りの用賀線頭に4キロ半25分です。雪の影響で上信越や東北方面など幅広いところで滑り止めは必要です。埼玉は県道の行田蓮田線、行田市の先玉古墳公園付近、事故で上下線通行止め。神奈川は保土ヶ谷バイパスの上り全線通過に40分です。千葉は16号の外回り、
柏の大島田、10トントラックの故障車処理中、今4キロ半弱です。都内は江東区内の湾岸道路の西行き、篠ノ目2丁目付近、前にあった事故の調べの影響、2キロ半45分かかっています。警視庁から以上です。警視庁の薄井弘子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は11時25分頃、ジェンスー生活は踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから、運転には自信があります。でも、事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV は、ドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい。日立物流。TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎師匠ですが、佐野元春さんのライブのチケット、買えたよ、行ったよという方。はい。武蔵野ガンマンさんには、美味しさと品質の山崎から、和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい。その他メッセージ読まれた方には番組専用ステッカーをお送りしておりますので、まだまだですね、2020年ベストバイ教えてください。さあ、旧カメラ9パックプレゼントですが、はい、茶臼山高原、旧カメラ茶臼山高原おすすめ、飲むヨーグルト4名様。川崎市にお住まいの堀部舞子さん、比企郡にお住まいの田島優馬さん、立山市にお住まいの勝原圭さん、小平市にお住まいのラジオネーム秋田の雪団子さん、おめでとうございます。おはがきでご応募いただく当選者1名様は来週のこの時間に発表します。それでは旧パック、それからあと旧館村の情報を安田からお願いします。はい、今日ご紹介した飲むヨーグルトをはじめ、全国の旧カムラがおすすめするセレクトギフト旧パックは、現在384点の商品を販売中です。旧パックの購入やお問い合わせは、旧カムラ旧パックで検索するか、電話、東京 03-3847-9501、03-3847-9501番までどうぞ。今日も受け付けています。はい。そして本日ご案内した旧家村茶臼山高原は、静岡県や長野県と接する愛知県豊根村にあり、南アルプス連峰が一望できるほか、四季折々の雄大な自然をお楽しみいただけます。今週土曜日19日には、愛知県内で唯一のスキー場、茶臼山高原スキー場がオープンします。今後旅行ご計画の際は、ぜひ、旧家村茶臼山高原と検索してホームページをご覧ください。そうですね、自由に動けるようになった時にぜひこの茶臼山高原を思い出していただきたいと思います。さあ、明日のゲスト、はい、女優の鈴木保奈美さん。うわ、会ったことないんじゃないか。あ、そうですか。うわ、東京ラブストーリーからもう30年だ。あ、そんなになりますか。ねえ、柴田さんと鈴木ポナミさんってどんなトークするのかね。接点がそもそもあんのかね。キャリア的にはありそうですけどね、ちょっと楽しみですね。はい、いや、今日の中川大使、まあ、思わずくんって呼んじゃうんですけど、はい、改めて声聞いても、なんつったのかな、キュンとくるな。あ、やっぱおかしかったのはやっぱり安田がさ、なんか我が子もいつか中学生になって親のわからない悩みを持って行くのかなみたいな。ねえ、家でお願いできます。あ、それはそう、ね、ここで聞きながらもう一回泣きモードになったりしてます。いやいやいや、泣いたり数の子食ったり大変だなお前は。ということで、この時間のお相手は安田美香と伊集院光でした。この後はジェンスー生活は踊るでお楽しみください。喉に違和感があったら、喉直接潤う、龍角散ダイレクト。第3類医薬品です。5本といえば、龍角散が11時をお知らせします。